さあやっていきましょうかね。田原さん1週間前おめでとうございます。1週前多い切りです。やっていきましょう。まあわからない方はね、同じようなサムネイル並んでますんでね、そちらの方確認していただければと思います。お疲れ様です。ジャ TV 中の人うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。さあ本日、田原さんのね、1月15日の、1週間前となっておりますので、そちらのね、状態のね、最終追い切りですよ。最終追い切りとなっておりますので、ついてこれる方はついてきていただければと思いますけども、前回やられている方だとね、何やってんだという話ですけども、1年目からね、日本ダービーを勝てるぐらいの天才だったはずなので、それを再現できればなと思いましてね、田原正規を乗っていっているっていう形になっておりますけども。さあ、リンムーさん待機枠ありがとうございます。吉田さん、インティーさんもね、体制完了ゲートインありがとうございます。ゲン。中野さんね、今年のタイガーの今川義元勝つと思ったら、あのオーラでもやっぱり負けるのかっていうね。オーラは関係ないっていう話になってくるんでしょうかね。さあ、はい、もう皆さんがね、準備する前にこっちは準備していくスタイルですね。さあ、シラスさん、インティーさん、トーラスジェミニさん、こんばんは。またまたタワラーっていうね。アウトヒヨコさん、こんばんは。1たす1は見させっていうね、感じですけども。そうですね、前回はね、1998年に、タワラさんがね、引退されますんで、98年からやってたんですけど、スペシャルウィークでセイウンスカイってね、グラスアンダーいるんで、もうちょっとエグすぎんなっていう形で、有志のね、私の有志の方たちがね、いろいろ調べてくれたんですけど、97年とかね、ここら辺の年代の方がいいんじゃないですかっていう形なんで、1週間前追い切りなんでね、96年で行こうかなと思いますけども、もうちょっと狙ってる馬いまして、96年でね、おそらくロイヤルタッチがね、いるはずなので、僕の大好きな馬の一頭なんですけど、ロイヤルタッチがね、どこにいるかなっていう感じで、小賀さんのところにいるんですよね。ロイヤルタッチに乗れればなっていう形と、ワンチャンね、松浦さんでね、サイレンス鈴鹿っていうね、ダンスインザダークが松浦厩舎なんで、多分これ乗させてくれない感じにはなるかなと思うんですけど、普通に狙っていくならね、ロイヤルタッチぐらいがいいのかなと思いましたんでね、鉄板のね、甲賀三郎厩舎行きましょうかね。サブロ厩舎結構あれなんでね、名門なんでね、これ伊藤さんですよね。多分伊藤さん扱いだと思うんでね、行きましょう。さあそしてね、ここは黒の軍団ですね。黒の軍団ですから真っ黒のね、馬という形です。やることは変わらないです。やることは変わらないです。審議はなしです。落馬ありなんですね。リスタースあり、パドックセーブなしで行きましょう。ここは変えないで行きたいと思いますけども。これ、田原立志伝ですね。完全なね。今更8-2018やって、騎手エディット面倒で、田原と三浦厚生だけスーパージョッキーにしちゃいましたっていうね。三浦厚生スーパージョッキー俺もやったっていうね。慶太郎さん、京極堂さん、聖さん、こんばんは。ヤクザ行かないのかっていうね。G タイガーさん、こんばんは。鈴鹿くんは、竹くんがっていうね。今日の新山記念生で見れたって、ああ、いいですね。ユウさん、ウイポだとよく3冠取ってる印象あるな、ロイヤルタッチってね、年数変えるんですねっていうね、フィリピン遠征期待してますっていうね、縛りを減らしましょうっていうね、中田諦めたのかっていうね、よし、ロイヤルタッチで行きましょう。いや、縛りというか、もう1年目の日本ダービーを勝つこと以外考えてないですね。1週間前追い切りですから、せめてね、日本ダービーぐらいはね、土産にできればなと。田原さんのね、誕生日のね、お土産にできればなと思っておりますけどね。これスキップ欲しいですね。初手のこのストーリーとかもいらないですよね。お、勝山さんこんばんは。PS5 買いましたって。マジかよ。いいなぁ。どうやって買ったんですかね。詳しくいいですか。詳しくお願いします。鈴鹿に乗るところまではするんですよねっていうね、乗るその努力はしますけど、田原正規でね、サイレンス鈴鹿に乗るっていう努力はしますけどね。
また出所から始める田原の異世界伝説っていうね、これ異世界転生物語だからさ。うん、でもあんまり異世界転生ばっかりすると銀魂にね煽られるからさ、レース面倒でもやっとこう、乗れる馬が増えるっていうね。あ、そうなんだ、全然知らなかった。これ乗る馬増えるんだ。ここで喉意外がきついですが見ますっていうね。あー、ちょっとそれは良くないですね。うん、寝た方がいいです。これあれなんだ、騎手学校の騎手の学校のあれってもうやるんですかね。もう18やらないんですか。いや、そんなことはないと思いますね。今田原正規生誕祭近いんで、あれ調教師変えたっていうね。調教師変えました。97年ロイヤルタッチで日本ダービーを狙ってます今ね。え、マジでそうなの。じゃあこの一勝とかも、うん、でもいきなり超有力馬来ましたけどえ、この馬で日本ダービーいけんじゃないですか。これちょっと欲しいですね。セイントリファール、これもういけると思いますよ。え、これ面倒でもやっといた方がいいんですか。それちょっと知らなかったな。いや、書いてありますよ、タイトルに。タイトルに、全部、もう、田原正規動画、全部タイトルに、誕生日の日にち書いてあるから。あれ、売人変えましたっていうね。売人っていうね。売人っていう言い方が、まあ、適切のような気がしてしまうのは、どうしてなんだろうかね。さあ、行きましょうかね。まあまあまあ、軽く1勝目はね。軽く1勝目は、勝っていきますよ。まあでも、そうですね。共通テスト初日と同じ日かっていうね。あ、そうですね。イオンの初売り買いました。マジか。マジで。イオンエグ。イオンじゃ自由販売じゃないですか、それ。またイージーでやってるのって。まあ、それもイージーですよね。いきなり1年目の日本ダービー勝つんですから。イージートゥゲザーズぐらいさせてくださいよ。ちょっともうハードはね、もうエグすぎて、泣きが入ってました、僕の中で。ただもう普通に乗ります普通に乗りますんで。あ、これ開かない系開かない系ですね。インを、お、騎士を、お、これはまさか、また馬なりですね。こっちみんなですねこっちみんなですね。後ろ髪騎乗、これまた何もしなくていいやつですね。Easy to have っていうね。ああ、またこっちみんなですね。伝説残ったまんまっていうね。これがまさに後ろを見てるんですよね。先輩の騎乗を見てますから常に勉強です。こんなにいい馬をいきなり乗せてくれる調教師さんとか神ですね。しかも自分の厩舎じゃないっていうね。前向けたまらーっていうね。ヨドバシも早い者勝ちですね。あ、そうなんだ。ちょっとそれは、良くないですね。ちょっと足並み揃えてほしいとこですけどね。こっちからすると。スミオンみたいに煽るっていうね。そうなんだ。ちょっと、初売りで売られるものだと思わなかったっすね。アンカツうん、俺はあなたの厩舎の種族なんですけどね。全然。これ、あれなんですか？模擬レースやった方が、本当に、ちょっとそれ検証してみよう。3月の3週までに乗鞍が増えるか。難易度 EG5 はね。うん。まあまあまあ、もう何も考えないでね。頑丈だったら大丈夫ですか？はい、イケボンさんこんばんは。競馬学校での成績って、やっぱ首席で、行った方がいいんですか、これ。それはマジで知らなかったな。それで乗鞍が伸びるんだったらちょっとやり直した方がいいよ。ジャンバラヤさんこんばんは。藤岡雄介さんこの年なんですね。ロイヤルタッチですね。前のトップガンが天皇賞春大外から突っ込んできた時に怪我をしてしまった馬、ロイヤルタッチですね。影響あるよ、マジか。それなんでちょっとあれだわ、もっと早く知りたかったわ
ちょっともっと早く知りたかったですね。え、そんな影響出るんだ。結構リアルですね、やっぱ。なんでこんな神ゲーが出ないんですかね、続編が。神ゲーじゃないですか、そんなところまでちゃんとやってるなんて。え、そういう縛りでやってるのかなっていうね。いや知らなかったっすね。リアルにマジで知らなかったっすわ、それ。知らなかったなぁ、それは。ちょっとなんだ、まあでもイージーだからね。乗鞍増えるのは結構大事ですよね。この間もなんか騎乗数足らない問題みたいなありましたからね。ウイカの方では主席の人は初期能力ちょっと高いし、こっちでも得点あるんやなっていうね。あ、そうですね、ポイントが評価につながりますよ。あ、なるほどね。え、じゃあもう全勝したらあれじゃないですか、もう神ですね。まあ神だろうね。馬乗りでこっちみんな騎乗だからね。31日にイオン行ったら店頭に張り紙広告あったんで、翌日オープン1時間ぐらい前から並んだら一番乗りでしたよって。マジか。なんかね、そのゲーマーみんな PS5 欲しいオーラすごいですけど、今あんまり周りの人欲しいっていう人いないんですよね。え、まあゲームみたいな。そうか、それを聞いてしまったらちょっとやり直しますか、ナメプっていうね。ちょっとそれ聞いちゃったんで、あのリセマラしますね。リセマラしますね。いや、もうあの堅くなに日本ダービーを勝ちたいだけなんで今。ってことはもう日本ダービー州までにもうあの調教師の先生がもう乗ってください、お願いします、田原さんっていう状態まで持っていける可能性があるってことなんだね。大丈夫、皆さんがね思ってるほどね、あの田原正規って文字を打つのはね早いから大丈夫です。ウィポ10がなかったら PS5 なんて買う気ないっていうね。いやでも結構いいゲームありますけどね。でサイレンス・スズカを狙っとくっていうところで、1996年の、ここですね、ロイヤルタッチの、ロイヤルタッチで勝ちたい。まあ本当は東海帝王には乗りたいんですけどね。本当は東海帝王に乗りたいんですけど。他の客はほとんどスイッチ買ってました。ああ、なるほどね。ナメプって、田原ナメプやめろっていうね。稲川結構持ってる人いますねっていうね。羨ましいな。ソニーのアメリカの社長を世界に行き届かせるみたいなこと言ってたから、もしかしたら増えるかもですっていうね。無敗のダービー制覇、田原正規っていうね。今夜も天のジョッキーモードですっていうね。河村さんこんばんは、携帯仮出所終了っていうね、仮出所だったね。さあ行きましょう、無敗のダービージョッキーですからね。成り行き数よく似合いますっていうね。じゃあここも全部ちゃんと入って、練習も出た方がいいんですか、これ。練習もレースを好き、練習、レースは全部出た方がいいんだよね。お、中曽根さんかな、ありがとうございます、チャンネル登録。調教師屋さん多くねっていうね。あ、何そういう系、こういう系、こういう系、こういう系いらなくないですか。うん、評価を出すって、これはなんか必要なさそうな気がするんですけど。PS5 を買うメリットが薄いんだよねって、練習はいらないよっていうね。これはもう、あ、ムチ叩こうとしてますよ。あー、もう次の練習入っちゃった、これ。あ、これめんどくさいパターンだ。ですね、中止です。これまたやり直した方が早いですね。ああ、何中止って、あ、そういうことができんだ。あ、もうちょ全部中止っすね。
まあでも隙あらばね、隙あらばムチ叩きですからね。ゲーム作業っていうね、模擬レースだけではっていうね。ペースを買ってからカッターソフトはウィポ関連とパブロのみっていうね。静かに乗る田原さんとか胸焼けしそうっていうね。これは G1 ジョッキーっていうね。 G1 ジョッキーですね。左右はいらないよね。何これ、すごいめんどくさいね。うまい優先主義とはっていうね。あの要はあれだね、一番最後のあの卒業試験みたいなやつね。卒業試験だけだねこれ、必要だったら。お、これかな。まあ、ここら辺から大事ってことだよね。小屋行動さんこんばんは。準備させといて注射、やはり天狗のそいつを持っているっていうね。これイージートゥデイだでしょ、イージートゥデイでしょ。イージートゥデイだったら負けないでしょ、こんな。あ、何、そういうのも全部見てくれる感じですね。デスポジとか。え、何これいらないんだけど。やりたいなっていうね。このまま素晴らしいゲームですから。まあ、ぜひ買っていただければ。スイッチだからね。スイッチ持ってればいいんですから。ちょ、もうなんかめんどくさいぞ。これ、評価に関わるん、どんくらい変わるんですかね。1周目1クラ、次も2周目も2クラでしたかね。維持は足でプレッシャーが出るっていうね。ああ、もうだから維持って言ってないですね。あ、もうこの競馬学校時代から後ろ見る癖があるんですね。イージーは足でプレイしても勝てるっていうね。 G1 ですか、チャンピオンですか。じゃチャンピオンですね。テオでアリバン記念行ってほしい。これアメリカとか走れるんですかっていうね。赤点取りまくって留年してくださいっていうね。新しいよね。あ、おさらいレースだったんだこれ。あ、第1回模擬レースって右か。おさらいレースと第1回ね、レースをスキップしますか。いいえ、ここが大事ってことでしょ。こっからが大事ってことね。 OK、 大丈夫、天才田原聖輝だから絶対大丈夫。後ろ見る癖は草っていうね。虎を使うからね。おお、ベスポジですね。あ、空ってますね、相変わらずね。前を見ないっていうね、前を見ないっていう性格ですから。これなんかでも結構きつそうですね。あ、でも平気ですね。このガンミ、このガンミ追い抜くときにガンミ。これ PC はないんだよなーっていうね。そうなんですよ、 PC ないんですよ。てかスイッチしかないんですよ。だからそれが問題なんですよね。機種が空使うスタイルっていうね。競馬学校の生徒とは思えないくらいの型、髪型の自由さっていうね。タックルかましそうっていうね。これでポイントがもらえるんですね。なるほど、5ポイントですね。5ポイント。超至近距離で煽るスタイルっていうね。すごいよね、めちゃくちゃすごい距離でこうやって見てるからね。なんかありそうだもんね。お、馬ごみダメ、馬ごみがダメ。これはもう田原聖輝ですよね。落葉ステークスです、落葉ステークス。馬ごみダメですからね、田原聖輝。外出しちゃえばいいだけの話ですから。馬ごみにならないんじゃないのこれ。ぶつけて外ラチに持っていくと面白いこと言ってありますよっていうね。結構何回もやるよね。スピードを上げろっていうね。めっちゃ怒られてます。スピードを上げろって言われてますけどね。全然後ろから来ないんですけどね。なんか警察にはそれは使えなかったもんよっていうね。この模擬レースって意味あるんですかって。意味あるらしいです。めっちゃなんかあれらしいっすよ。あの、勝ち倉に、あ、乗鞍に影響があるらしいですね。だからやり出しました。あー、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。もう行くんすか、先輩。
ファイセンもう行くんすか。早いっすね。昔の G1 ジョッキーはさ、追いムチとか剛腕ムチとか風車ムチって後から覚えてたんだけど、もう今は普通にあれですもんね。最初から使えちゃうからね。先輩というか同級生っていうね、乗らなくても勝てるのかと思ったっていうね。ブランディアさんの馬は速いですねっていうね。いや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 、クーサイドでしょ。ズナイさんこんばんは。幼少期のあだ名はサスセサーでおなじみの田原関さんっていうね。また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 田原5ポイント10ポイントです。これは本当に必要なのかっていうね、検証ですか。検証みたいなもんですね。さあ、乗る馬はね、フォーチェスナットですね。フォーチェスナット、どんなナットだよ。ちょっと待って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 くださいちょっと待ってください。これもうマジで舐めてんなっていうのが、模擬レース芝1800なのに俺ダート馬なんですけど俺絶対勝てないようにされてない。3はスキルをイベントで解禁させれてから使えたと記憶してるっていう。これ絶対勝てないようにされてない。みんなそんな感じ。びっくりしたわ。もう焦らすなよ。芝適正誰もない、誰もないの。うん、誰も適性持ってない誰も適性持ってないっていう衝撃の状態になってる。でもこれあれだもんね、リアルでも東京競馬場で走らされますからね。煽られてるっていうね。さあ、馬ゴミですけどね、また煽っていきますか後ろしか見てないからね。旧で海外牧場の開放早くなって持ち馬が増えたんで1ヶ月1時間かかりますってね。シャブ適正っていうね、ゲーム作業の指す方厳しいなっていうね。ああ、いいですね。皆さん優雅に走られておりますけどね、まあ、みんな芝適正ない馬はね走らせてますから変態ですよね。ああ、近づいてきましたね、近づいてきましたね皆さんね。ここから一気にじゃあうちも加速していきますか。あ、皆さんこっ見てますけどね、逆から見てみますかね逆から見てみましょうかね。まだ来てますね。まだ皆さん頑張ってらっしゃるみたいですね。ちょっと苦労が来そうなんでムチ打っときますか。あ、もういらなかったですねめっちゃおえおえ出てたけどね、おえおえって出てましたけど、ずっと見てましたね。ちょっとした虐待っていうね、めっちゃ嫌な競馬学校生っていうね、誰も適性がないっていうね、ムチなしで勝てて草っていうね。一応さ、こうなんだろう、お客さんにあいつムチ叩かねえんじゃねえかってね、おえおえおえつしてたんだねもうリラックスした騎乗ができてるっていうね、素晴らしいですね。風車ムチの調子はどうですかっていうね、ビュンビュンですね。おベイファイブですね。この芝適性ある馬やっぱりいないんで、これもう行かれてるよね。それはナメプとも言うっていうねお前は見てるんじゃない、ただ前を見てるだけだっていうね同期に嫌われるやつっていうね、トースポ大注目の新人田原関です。でも今回後ろに人がいないんでね、ちょっと寂しいですね。前を見るしかないんで、さあ行きましょうかね。スピードは正義ですからね、暴れてこいっていうね、スピード抑えろっていう、スピード抑えろってすごい出てましたね。おっと、追っている追っている、あ、もう大丈夫ですね。今だ、ムチを打て追う、おう、また先輩たち同級生がみんな頑張って追ってる中、私は後ろ向いているだけ。普通の関係の新人ジョッキーっていうね、もう隣の馬は無知で追うしかないっていうね。あ、調子乗ってますね、調子乗ってますね調子乗ってましたよ、今くるくるってやってましたよ。お、もうそ、じゃあ皆さん
あれですね、本当20ポイントマックスです。無理です、全終了ですね。これは数ある激おこ案件っていうね。私主席ってことですよね。お、主席になりましたね。こう乗れるやつが来たっていう扱いになってるってことですね。これで乗鞍買うのっていうね。これで乗鞍がいける、増えるっていう話でしたけどね。来週から騎乗交渉ですよね。とりあえずちょっとトレセンの顔の土佐回りだけはしておきますか。大事ですからね、土佐回りはね、顔覚えてもらわないと。アルゼンチンなんとか賞でしたっけっていうね。後ろから後ろしか見てない、後ろしか見てないっていうね。あ、藤岡祐介さんですね。ヨウタバラーって、ちょっと待って、大丈夫？藤岡さん、ヨウタバラーは結構危ない発言だったと思いますよ。藤岡祐介さん、タワラさんにヨウタバラーって言うんですよ。危ないですね、偉そうっていうね。藤岡さんっていうね、ちょっと先輩風吹かしてましたね。こんばんは、アイルランド騎手大賞を取ると何かあるんだろうかっていうね。どんな感じなんですかね。藤岡さん消されそうっていうね。何もやらないと一蔵でした。騎乗交渉。おお、ちょっと増えますね、確かに。本当なんだな。もう黄色がめっちゃあるやん。めっちゃ乗せてくれるじゃん。さっきと全然違う、扱いが。扱いの違いに、驚きを隠せないよ。いきなり4勝確定なんですけど。うわぁ、乗せてくんねえのかい、結局。とりあえず G1 乗るかーっていうね。お、まだ乗せてくる。4勝です。4勝確定ですね。これ逆に乗ります。文字もたまに役に立つなっていうね。モンシュータバラっていうね。藤岡さんのバックから謎の白いっていうね。タツキ全然間に合いますね。ツリーにいた雨宮は消えたのかって、います、います。先輩で出てきますね。あのいこさん、こんにちは。まあまあまあ、こんなん余裕ですよね。お、今日は来れたぞっていうね。口だけ笑ってキモかったな、古賀先生っていうね。ニコってやつね。まあ、騎手た、あれですからね、模範集ですからね。模範集、田原正義ですから。模範になってますからね。模範集ですから、我々もね。さあ、模範集、田原正義。2400の。新人で2400いきなり乗るなんてすごいですね。気合入ってますよね。さすが模範をね、模範集で。すごい減速してきたね。先輩、大丈夫ですか？神かめてます？こっちの馬かかってますけどね。魚してますね。ものすごい勢いで魚してましたね。あ、すごいですね。皆さんを横目にすごい距離感で田原さん見てますね。今日は田原か、田原かっていうね。これは G1 ジョッキー、いや、これね、チャンピオンジョッキーですね。関西の厩舎がみんな関西弁なのかなっていうね。もうせやろう。せやかて駆動、もろたで駆動、それはもうせやかて駆動ですよ。新人賃2400ってタワーのオーナー優しすぎるっていうね。いやー、もう皆さんなんかまだ行かないんですか？まだ行かなくて大丈夫なんですかね。さあ、あ、先頭の馬すごいノリノリですね。ノリノリマサノリですね、これ。寄せてってますね、すごいですね。もう完全にやったでしょ、今、田原さん。あー、すごいですね。ずーっと後ろ見て、ずーっと後ろ見ててもやっぱ勝てますね、EG はね。蓋しましたよね。気づいちゃった。完全な社交だったんだけどね、あれ。タバラやるっていうね。また吸ってて草っていうね。タマモハイウェイですけどね。
ザ勝率 100% 男頑張りますよ。いつまでね、あの余裕ぶっこいてられるかですね。反則がない世界っていうね、うめえのもびっくりの蓋でしたね。先輩たちの騎乗を見てるんですよね。一応後ろを確認してね、蓋をしていくっていうね後ろをね確認して蓋していくからさ、玉田さんはずっと思いっきりのいいジョッキーですね。いきなり逃げ馬でもない馬で逃げをするっていうね、その世界行きたいっていうね、後ほどパトロールビデオを放映いたしますって皆さんね、私の馬かかってるんでやめてください。ああいやらしいですね。田原さんギリギリまで貯めてますよ。ギリギリまで貯めていくスタイルですね。煽っていくスタイルですね。煽っていくスタイルですね。だいぶ寄せてってますけどね。おっと、これ田原さん大丈夫か。先輩大丈夫ですか。先輩大丈夫ですか。あ、痛いです。ぶっけました、先輩。あ、今回ちょっときついんじゃないですかね。皆さん結構いい感じで、今7番が先頭ですね。あー、9番ですね。9、あ、僕でした。ノリさんリスペクトかなっていうね。審判員もグルっていうね。深田さんだったら無事切れっていうね。またダービー乗れてなくて草っていうね。まだ無敗なんですねっていうね。デビュー記事おめでとう。全部ね、されて草っていうね。6-2でしたね。6番人気の馬を勝たしていく田原正紀ですね。バッキン5万コースっていうね。岡部さんいたら殴られるっていうね。リスタート案件っていうね。某スミオンみたいに肘出たの見えました。田原さん肘出してましたね。怖いですね。ひでえ締め方でしまっていうね。このアンちゃん減量室でっていうね。安城カメラマンの田原さんこんばんはっていうね。今日も3次コースっていうのは恐ろしいですね。まあでもこの馬でダービー用だからね。この馬でダービー用なんで、この馬でダービー用なんで、操作性をね操作性をこう覚えていくっていうの大事ですからね。あれ、先輩もしかして逃げ馬でした？3番の方大丈夫ですか。私の後ろにいましたよね。 YouTube のドラレコまとめ動画見てるみたいなあれめっちゃ面白いっすよね、ドラレコ。クソ見てますよ。スタートすぐ新規っていうね。宿舎で木刀っていうね、恐ろしい世界ですね。さあ、たまには前向きますか。じゃあね、先輩たちもう先行っちゃっていいですかね。自分すいません、行かしてもらいますね。あ、危ないですね最初これ落馬あるからね。さあ、蓋していきますよ、また。あ、強烈な蓋です。強烈な車高。すごい勢いで蓋していきましたね。あー、素晴らしいです。ドラレコの映像か、これ。ドラレコの映像。新人のくせに T 字上がりっていうね。やりますねっていうね。騎乗生配信系 YouTuber、TVer だ。すごいですね、これ。ヘルメット動画っすね。前回3時までやってたんかいっていうね。明日のお仕事はっていうね。いや、なんか今無職なんですよ、僕。今最近ずっと無職なんで。無職ですね。はい。最近無職なんで、マジで。何もしてないですね。今のは緑ランプやろうっていうね。ひでえやりたい放題っていうね。GoPro つけてほしいですね、この田原さん。GoPro アングル見たいですね。すごいですね。出た瞬間に横見ますから。馬のね、位置を完全に見に行きますからね。すごい。今の入り方は新人では絶対にできない。YouTuber やんっていうね。ポルシェで出てこいやーっていうね。これなら春裏でも勝てるならっていうね。新人っていう。スタートから前見てないのにエクセレントっていう。エクセレント出てましたね。エクセレンツタバラですね。エクセレンツロビンじゃなくてエクセレントタバラです。
さあ折り合いはバットなんですよね。ケイロスで勝ち込みに合うっていうね、怖いですね。笠原大先生に怒られそうですよね。自然と空いてくるんですよ、こうやって何もしないでもね、前が開く。これが魔法俵ですね。あーすごい勢い、みんなすごい。さすがにこの馬だときついのかもしれないですよね。どうなんですかね、加速していきますけどね後ろ見てて、笠原さん早く動いてっていうね。レボリューションってなんだっていうね、あの無双状態になります。宇野次郎さんに怒られますよ、草やばいですね。16番人気だから。でも一頭もお手馬で来ませんでしたね。猫バスだっていうね。モーゼかなっていうね。八津さんも最近おかしくなってきているらしいから、田原さんの影響を受けてるのかなっていうね。イタコの呪いがかかってますからね。大久保先生かな今の。やっぱ電動アシストはいいよなっていうね坂を登るですからね。なんか一周目だけだった、もしかして。これは一周目だけですかね。やっぱ乗せてくんないぞ。まあでもこう土佐回りすれば一蔵ぐらいくれるんじゃないですか。アッパ使ってこの運動能力はマジで気を払っていうバレて草っていうね。はい出ましたはい出ました、一蔵だけです。もうすでに JRA に嫌われている田原さん、やばいですね。こんなもうだって勝率1割のジョッキーを乗せない調教師たち狂ってるよ。競馬学校奇数の卒業生たちがえぐいらしいですっていうね。そうなんだね。先輩たち、僕ははめるのやめてもらっていいですかね。うちに行きたいんですよ僕は。あ、いた。危ないですね。前見てくださいよ、こんな事故起こしちゃうところだったんですけど今マジでこれ後ろ向いてる状態であれなんですかね。前に追突したらやっぱり落馬しちゃうんですかね。1割っていうね。勝率 100% だね。さあ全く折り合えていない状態でね、4コーナーを迎えます。一度りグッと鎌掘るっていうね。まあでも鎌掘らないようにしないといけないですからね。もういい足で伸びてるこの内枠の足で怖いですね。10割ですかねって。 JRA から早速目をつけられる天才っていうね。そりゃそうですよね。こんな振り向きどこ見てるんだろうってどこ見てるんだろうって、左で後ろ向けばいいのにっていう方向ですからね。で僕らそれ以来やって言われましたっていう、ね、まずは5-5-7っていうね。だからグリーニーだから葉っぱじゃないぞっていうね。シャバババアはうちの地元なのよっていうねシャバババアね、楽勝すぎる。レベルを上げていく。すいませんでした。すいませんでした。やってること、競輪のライン取り争いみたいで芝生えますよ。芝、これライン取りなんだっけ。あ、やっぱ騎乗数は確かに多いですね。いきなりテンパに乗せてくれるんですか。ありがとうございます。イージーマインドですね。シャイニーレーサー、イージーマインドでいいですね。もういきなり G3 ですからね。いきなり重賞乗ってみたからなんですからね。ストーンステッパー乗れんの？いいですね。ストーンステッパーなんかめっちゃ懐かしいですね。やっぱロイヤルタッチぐらいのところだと懐かしい馬がいっぱいいていいですね。もう映像で見てきた馬たちに乗れるっていうだけでゾクゾクすんぞ。もうほんと乗してくんねえな。富士奇跡なね、シャイニーレーサーですね。竹豊 TV の質問コーナーに出てほしいっていうね。田原さんね、出てほしいですわ。うちらち見ててもハードバージーは来ないっていうね。投げキッスがよく似合う500万かっていうね。毎週1回あれですからね、藤岡ジョッキー、
タバラ呼ばあれですからね。タバラ呼ばあれですけど、大丈夫なんですかね。いつかの三浦高生みたいに移送してほしいなっていうね。あ、脳天杯ですね、ほら。これ脳天っすね。このスタートは脳天でしたね、完全に。馬同士のマジックキスっていうね、マジックキス意味深っていうね。富士奇跡の姉ですからね、シャイニーレーサーね。競馬関係者と接触禁止だからねって、罪を犯す前の己でも見てる。こう、いつかの三浦康生さんみたいになるのかね。競馬関係者ね、接触禁止でね、なってるんですけどね。まあでもマジックキスですから、そっからね。さあ、天杯先生、馬なりで、おお、強烈な馬ですね。ガキの頃、親父の競馬新聞で見た被災地桂って場面、なんか強烈に覚えてるっていうね。大逃げつきましたけどね。あ、大差勝ちしちゃいましたけど。新人ジョッキー、新馬戦で大差勝ち。恐ろしいジョッキーが出てきましたね。もう、一本の調教師、稲葉さん、引退に合わせて娘のデビューとか嬉しいっていうね。いやいや、天杯すごいな。一番人気、おぉ、主戦ありがとうございます。ものすごい気になるでスタミナが回復してるっていうね。ヤマニンウルスかなっていうね。ストーンステッパー当時 G1 なりたてのフェブラリーステークス、そう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 、なんか覚えてる馬の一頭ですね。タバラナマリっていうね。僕はイタゴゲで予想してる一般人です。ナネギスが一番似合う騎士は誰ですかって。フリテンじゃないだけマシですよっていうね。出るとしたら藤田チャンネルだけではなかろうかっていうね。この芝みたいなタイムっていうね。さあ、まあでもやっぱね、 G1 ジョッキーのいいところはね、そのミュージックもいいですね。やっぱミュージックも選べるし、イカ様がツモしないようにねっていうね。棒もうツバメ返ししてるかもしれないですね。棒やって釣ってるかもしれない。ちゃんとツモったなっていうね。最終的に警視庁官を注目されるっていうね。この世界いたらタワラの単勝買うだけの億万長者ですねって。勝率1割、勝率10割の男、タワラ正規っていうね。もうでもそろそろあれですけどね、真面目に乗った方がいいと思いますけどね。あー、でも先輩たちはちゃんと追ってますね。やっぱ皆さんの追う姿っていうのはすごいですね。ああ、もう大外に見切れちゃいそうですよ、あの右の馬がね。このアングルで、このアングル見たいですね。実際の映像で。なかなか見れないじゃん、このアングルって。藤田チャンネルに出る予定だったりは、この中で無理になって電話出演だけっていうね。すすきのにあるらしいから行ってみようかなって。あれなんか、店閉めるみたいな話になってませんでしたっけ。純ツバメ返しっていうね。フェラリーステークスの新興インディーですっていうね。もういきなり重賞制覇ですからね。マジックキッス、マジックキッスと田原聖輝ですね。ニヤニヤしますね、本当に。でも出馬表を見ると、フェアダンス一番人気。あ、これぐらいだったら余裕じゃないですかね。見てくださいよ、鬼の馬天使いますよ。鬼の馬天使いますよ、皆さん。すごいね、これ一番右の人よく打てたね、マジックキッスね。これも狙ってるでしょ、完全に。気づいてるよ、一人。田原聖輝がやばいって。しかも、さりげなく田原聖輝いるし。あの、本物がいる、ここに。久保村さんがいますね、ここ。ワンダーパーヒュームですけどね。これで、この状態の田原聖輝に印打てるのはもう神ですね。うん。ファボリっていうね、真面目に乗る、常に先輩の騎乗を確認する、ちゃんと前向くっていうね。ピシャーの秋見せしめるんだっていうね、勝率 100% なんで7万人気っていうね。マジックマッシュルームっていう。秋天のパンサラッサにバックカメラつけたらどうなるんだろうっていうね。さあ行こう。すげえ、田原だからっていうね。田原の素晴らしさに気づく、本物おるてっていうね。本物もいましたね。天才馬剣士、名誉田原、本物おるの草っていうね。
伊佐知さんの印であってくれっていうね、偽物 VS 本物、本物の田原はどっちだ。あ、これ本気出してますよ、この本物、本物対決ですからね。あ、出てきましたね、一物でですね。これはかなりあれかもしれないですよ、スローに落とし込む、もう素晴らしいですね。新人ジョッキーでかかり癖が出てたとしても気にしないっていうね、本物と偽物のワンツー着たいっていうね。ちょっと本気出しましょう、本物と偽物対決もね、かかってますからね。本物とは知らん顔しながらっていうね。さあ折り合いはワースですけどね、凱旋門の騎手目線の映像あるから日本でも G1、 そうっすね、 GoPro 入れてほしいですよね。凱旋門すごい良かったですよね、あれ。さあ、おおお、来てます、何かが来てます。おお、勝ったギリギリでしたね、でもさりげなく。エアダンス6番人気、大外から逃げて勝つなんてっていうね、むちゃくちゃな騎乗でしたね。すごいですね、勝率10割。おマジックキッスね、マジックキッスだからもう慣れキッスしてよかったんですけどね。初優勝おめでとうっていうね、勝率10割のことにもそろそろ気づいてほしいんですけどね。危ない田原正規っていうね、クビサカーっていうね、ミホカっていうね、バッチバチにかかってて草っていうね、蓋の刑っていうね。いやでも偽物はあれでしたね、4着5着ぐらいでしたね。掲示板内に田原が2人っていうね。さあ騎乗交渉していきましょう。あーめちゃくちゃ増え、あーすごいですね、これはもう乗ってくれ乗ってくれ、すごいじゃないですか、乗ってくん、もうだからマックスすごい騎乗数ですね。 おかしくなっちゃいそうだよおかしくなっちゃいそうだよ、こんなこっちがこんないっぱい乗せられたら。さあここからとりあえず4つ確定ですね。北さん帝王乗さして、ふざけんなよツルツル。さあ乗さして、おおさすがシンバ、アラバンサーいいじゃないですか、この馬クボムラ、クボムラ俺だ、よし来た、本物の田原、本物の田原に打ち勝った俺は。このアラバンサあれですね、ダービー走れるぞ隣の髪型爆発してるっていうね、これにキスのモーションあったっけってないんですよ、欲しいですよね。危ない田原正規と危ない田原正規、結局危ないからね。ビクトリア騎乗馬決定っていうね、サムソンタモンヤグラだっていうね、エージェント通してくれよ、後に取られた、くさ本物から奪ったって、本物から奪いましたね田原から。おおお、正義どうした、正義調教師になったはずなのに、お正義乗っちゃって、おおいおいおい、さっき俺がなんか断られてたやつじゃないか、正義ツル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 、お前ちゃんと謝れよ、ちゃんと謝れよ、ちゃんと謝れよ、お前一回断ってんだからな、よう田原毎週毎日一回田原さんを呼び捨てにできるね、呼び捨てにできるジョッキーって感じになってますからね。エビナ動きますえ、何これもしかしてハメ技、エビナさんやってるもしかして。さあアラバンサ行きましょう、切れ味抜群、シンガリッキー一瞬の切れど根性ですからね、もうこれめちゃくちゃいい馬だからね、ここはしっかり勝たしてお手馬にしたい。エルコンはヒットマンから受け継がれなきゃっていうね。さあこっちが本物やっていうね、取引に勝ったっていうね取引に勝った草やばいね。さあシンガリッキーつかなくなっちゃうんですけどね、この位置だと
さっき断られたのにっていうね、むちゃくちゃですよね。マッサージついでにエルコンくれよっていうね、サンキューエビナーっていうね、藤本が一番精神って言うっていうね、サブちゃんのウィニングライブのために勝てよタムラーっていうね、よくかかりますねこの馬たちは。だったら行っちゃいなさい、行っちゃいな、エビナ大激怒案件っていうね、エルコンはヒットマンから受け継ぎたいっていうね、またトラップ発動ですかっていう、お前なんか無敗でダービージョッキーになれそうだからやるよって、今のうちに恩を売っとけってやつですね。さあものすごい勢いで上がってきてますけどね、勝村にパシられたエビナっていうね、皆さんここでいいんですかね。ああすごいですね、頑張られてます頑張られてますね皆さんね、馬は馬なりで走らせるのが基本ですからね馬は馬なりですよ。サブちゃん初の G1 制覇がめっちゃ早くなりそうな予感っていうね、北島三郎筆頭騎手タマラっていうね、お、これはもう肩くれるでしょう、ありがとうございます。しかもナサニエルがあのジョッキーの方にジョッキーの方のナサニエルがいますけどね、この馬力は出せたねこの馬力出せたね。いやー、田原さんから強奪してこの馬を手に入れた、ヤクサンブラックっていうね、藤岡は昨年の秋でまだ忘れられねえかなっていうね。さあサムソンエッセイ行きましょう、祭りだ祭りだっていうね、有力馬に藤岡乗ったら切れるから助かるっていうね、馬に優しい騎乗っていうね、馬優先主義です。さあスタートはねバットでしたけどね、ハミすらもかませませんからね、馬優先ですから。さあ外外上がっていけばもう余裕ですね。バラついたスタート、サムソンビッグの妹、あそうなんだ、ナサニエルってジョッキーもいたのかっていうね、馬の方のイメージが強いですけどね、さすが馬10人マイナス理論の田原正樹っていうね、ハミは遊ぶものですよっていうね、真横がねうまく抜けないんだよね俺のコントローラー、真横がうまく抜けなくてさ、酔いそうだよこっちが。騎手がそら使うなっていうね、藤沢先生もびっくりの馬なり主義っていうね、田原に乗せると5馬身変わると言われてそうっていう、5馬身どころの騒ぎじゃないでしょこうなってくると。11番人気やがんね、あ先輩お疲れ様です、あれ久保村照彦なんか超イケメンにされてんだけど、なんか俺の知ってる久保村さんじゃないこれ、これはやったな、声測ったな公平これは測ってるよ、出た種は竹豊かのディスですかっていうね、中国人みたいな日本語っていうね、首振り騎乗っていうね、後ろ向きはコントローラーのせいだったかっていうね、のりさんはにっこりな馬に優しい騎乗っていうね、顔が違う幻覚だな、誰だよこの雲これ幻覚だよな、これ知らないもん俺この人俺らが知ってる久保村さんじゃない久保村さんじゃない、これはもうこれはだから名前を奪われて顔までも奪われてしまった、勝負服が前のだからごまかされているっていうね、なんか俺不採地の勝負服なんだよな。さあ日本ピロリ日本ピロリーナに見えるわそれは、日本ピロナーリなんだけどさ、日本ピロナーリなんだけど、初手初めて見た瞬間日本ピロリーナだよそれは、もう幻覚だよ。タマラのパトロールビデオ見るの楽しそうっていうね、まだ使ってない時の先輩っていうね。
さあグッズグッズ、これはまあでもオープンでも重傷でもないからなんとかなると思うんですけどね。まだ1年目なのに決めてきたっていうね。うちに潜るの大好きですからねこのタワーさん。なはり夏いっていうね。じゃあさんもうやりましょうっていうねあれテルヒコでしたっけっていうね。この世界ならタバラ乗って勝てなかったら馬が悪いって言われてそうっていうね。勝率10割ですからね。ピッチャーでもやばいですからね、いたらね。まあでも不思議と空いちゃうんだよなタバラのラインっていうのは。タバララインだからね、これタバララインって言われてますからね。ヤヒコのヤヒコとかのね、戸田競輪で有名な戸田競輪で有名なラインになってますからね、タバララインって。ああ、魅力来てますね。いい馬です、あれは。いい馬来てますよ。ああ、素晴らしい。タバラインレイライン的なタバラインっていうね。田中マー君以来の勝率10割っていうね。バッターでもやばいよっていうね。真理のランプ点灯っていうね。地下に潜るの大好きっていうね。さあ、ということで本日もね、高評価23ありがとうございます。皆さんもね、タバラになりたい方はね、ぜひこの高評価ボタンを押していただけばタバラにね、なっていけると思いますんでね。ヒューマンならぬタバラっていうね、ボタンに変わってきておりますんで、タバラがね、タバラしていく、タバラがね、タバラしていくボタンとなっておりますんで、ぜひね、タバラボタンね、押していただければと思います。いきましょう、ダンディーコマンド一番人気ですね。10割タバラっていうね。あー素晴らしいですね。34タバラですね。35タバラありがとうございます。35人タバラ正規がいますねもっとスタートミスってますね。タバラさんグッドなんですか今ので。ほんとこのチャンネルタバラの好き盛りがえぐいっていうね変態っていうね。さあ、あー40タバラですね。素晴らしいですね。40タバラなかなか出ないですよ。43タバラ素晴らしい。タバラ正規もねにっこりです。これはねにっこりなんで後ろ向きましょうかね後ろ向きましょうかね。気晴らしのタバラっていうね。ラミレスだろうがっていうね、なりたい人おるのかなっていうねタバラ正規になりたいでしょう。それはもう皆さんも全部誰しもが憧れた男ですからね。誰しもがタバラスイッチをしましたっていうね。人間スイッチ忘れてたっていうね。タバラスイッチに昇格しましたからね。タバラ正規になりたいっていうね。エタニアンさんこんばんは。自分もパイセンシーなんで2回押してきましたっていうね。もう向いてしまえ、小窓変えても気づかれてるぞ、向いてしまえタバラになったらわっぱかけられちゃうんかっていうね。いやでも貴重な経験ですからね、あなたも私もティバラっていうね。なった途端に戦果がつくっていうエッセイ持ってるレベルでっていうね。タバラスイッチって大砲っていう高評価をしておきました。趣味太郎さんありがとうございます。さあ51タバラありがとうございます。皆さんね、ダンディーコマンドがダンディーなね、51タバラありがとうって言ってますね。ありがとうございます。本当に桜新王が桜爆新王のなんか爆がなくなっちゃったみたいな。お、また一頭有力な三歳馬をお手馬にしていく。バレて逮捕っていうね。さあ、ヤマニンメテオールですね。ヤマニンメテオールです。やめてメテオールにしか見え、やめてにしか見えないですね。ヤマニンメテオール。爆心爆心っていうね。委員長が外から突っ込んでくるって感じですね。あー、すごいですね。初売りのね。初売りの人たちみたいな勢いで出てきましたね馬が。 NHK でタバラスイッチ しないかなっていうね。貴重すぎて逆に経験したくないよっていうね。闘争の予想を見てるけど本当にタバラの文章面白いんだよなっていうね。面白いですよねタバラさん、文才本当にある。銃で風味を向いてしまえっていうね。ほう妹ね、大鳥さんの妹ですね。カバンに包丁とか中に腰伸ばせてっていうね。銃刀法違反だわ
だからサツキに乗れないっていうね、サツキは無理だろうなっていうね。私はタバラです、あなたもタバラです。私はタバラです、あなたはタバラです。私は、あなたは肉うどんです。肉うどんの下りですね。サツキ間に合わないかな、間に合ってほしいな、ここまで頑張ってるから。めっちゃ売ってるじゃん、タバラさん。あ、危な、こいつ車高良くないよ。珍しく追うタバラ。しかしな、ちょっと疲れちゃったみたいですね。ちょっと疲れちゃったみたい。30小制限かっていうね。人類タバラ化計画覚えてますか、タバラです。怖い。怖いね。覚えてますか、タバラです。結構笑えたけど、サザエさんみたいっていうね。知ってるよって思った。疲れても後ろ見ないでっていうね。さあ、偽物のタバラがいないかだけね、巡回警備しないといけない。あ、いないですね、はい、大丈夫でした。今日もタバラの夢が走りますっていうね。さあ、イブキタモンヤグラですね。イブキタモンヤグラにしか見えない。本当になんか偽物シリーズ多いな今日。何この馬、イブキタモンヤグラ、イブキタモミヤグラにしか見えないよこれ。すごいなこの馬。今何勝、あ、多分10勝弱ぐらい。いつか本人来る、いや本人来たら怒られるこれは。本当にここまでいじり倒してるチャンネル少なすないよ多分この世に。絶対怒られる。あ、馬込みでゴソゴソされそうなんで、落葉ステークスのタバラ聖騎発動。そうです、彼は馬込みが苦手なあの馬のためにわざわざ常識を覆した男ですからね、タバラ聖騎。本人出たら消されるでしょうっていうね。あなたの夢、タバラウィークかタバラワンダーか。私の夢はサイレンスタバラです。語呂がいいのよ、サイレンスタバラね。夢かなというのも、もう一度コカギ放せは。どうしようもね、分散発動してるぞ。イブキタモンタバラっていうね。タモンはタモンかっていうね、有名ですよっていうね。イブキマイカグラなら知ってるっていうね。ゆっくり競馬とここだけっていうね。ああ、そうですね、ゆっくり競馬も結構あれでしたね。ゆっくり競馬さんたちも結構いじってますよね、田原さんね。お、男 F さん、いやーっていうね。あのミッキーマウスがアヘ顔してる人ですね。ミッキーマウスがアヘ顔してる人ですね。アヘ顔ってなかなか言わないですけどね。田原いじり、他は競馬ゆっくりくらいだなっていうね。サイレンスタバラは黙秘権ということですかっていう。サイレンスタバラ、静かなタバラ。タバラタバラ言い方っていうね。ダビスタで冠名をタバラにしようかなっていうね。この前のゆっくり競馬さんタバラ動画も面白かったっていうね。あ、なんか見ました。あれほんと面白いですよね。ちゃんとあの人は、あの、写真とか使って分かりやすい動画作りますよね。タバラ逃げる。タバラさん許してくれるかなっていうね。アイユへのいじりは許されるっていうね。うん、歪んだ愛なんだ。うん、タバラさん気づいて。タバラインパクト、タバラキャップって一番人気増えてませんかって。それはもうだって気づいちゃったから、この世界戦の人、勝率1位の男に勝率がね、もう 10割を超えてるんだよ。もう2週ぐらいしてるんだよ。もうなんか200勝ぐらいする、こいつ多分300勝ぐらいするペースだぞこのペースって、そろそろ気づくでしょ。さあ、52タバラありがとうございます。207名のね、人類の方、そしてね、52名のタバラ聖騎様と、ご一緒にね、タバラ聖騎誕生祭1週間前追い切りをね楽しんでおりますけども、タバラクロスっていうね、タバラインパクト聖騎っていうね、超かっこいい。超かっこいい。犯罪タバラっていう、クライムタバラっていうね、犯罪コードでクライムタバラ。クライムタバラやばいな。グラス芝草ワンダーっていうね。あ、後ろ見るの忘れちゃってましたね、すいません。あれ、こいつ豊かにすごくねって、豊かさんよりすごいですね。相変わらず東京ダース1600はクソコースだなっていうね。フランケルとタバラって神だわっていうね。時代は育ちじゃなくてタバラっていうね。タバラおまわりさんっていうね。いやいや、馬なりでレコード出すな、この馬は。
なんでこの馬乗せてくれたんですかね、正義は。何をしたかったんですかね、正義は。めっちゃ怒ってますよ。一平が無事切れてますよ。一番人気の馬ばっか乗るから。妬んでんじゃねえよ。当日パドックでも田原さん見れるだろうかっていうね。お、ロイヤルタッチ来たんじゃない？あ、来た。毎日杯乗らしてくれ。ここ乗れると全然でかいぞ。乗らして。だー。シーバかー。うるせえ。うるせえ。うわー、C か。C だよな。そりゃ C だよな、普通に。ロイヤルタッチ故障。優勢トップラン。優勢トップランでもいいかも。うわー。もう有力な馬全部取り上げられてるんですけど。嘘。あ、エリモシックもいるよ。エリモシック？もう乗せてくれないんだったらさ、表示出すな。あ、北さんサイレンスですね。もうこれはもう、何こう、嘘でしょ、こんな乗せてくんないの、はは、なんだこいつら。なんだこいつら、ひどいね。これはもうなんか完全に悪意を感じる騎乗交渉でしたよ、これ。勝ったら動きますっていうね。干されたわ、1週間で干された。いやー、ひどいですね。薬がバレた。早えな。いつの間に薬バレちゃったんだ。競馬サークルから締め出し食らってますね。さあ、天杯。マジックキッスの、甲賀さんのところっすね。このアラバンサーっすね。69、65。京都新聞杯も、あ、5月の1週まで、あ、ダービーをね、ダービー狙っていくってんだったらそれでいいと思います。逮捕までインシャンテンっていうね。いやー、もうポイントないですよ。ロイヤルタッチ故障ですよ、もう本当に。なんでこんなことあられんの、もう嫌なんだけど。押される速度 RTA っていうね。村八食らいましたね。いじめですよ、これは良くないですよね。なんであんなに騎乗交渉できる状態だったのに一頭も乗せてくれなかった。そういや、競走馬メーカーで優勢トップラインやってみたら勝ち鞍が府中牝馬ステークスになってましたっていうね。悪いことはできないなーっていうね。よし、あのレース譲って時間稼いだから勝田さんが言いに行こうっていうね。時間を稼ぐためだったのか。田原正規ロン、役別一発逮捕っていうね。役になってんじゃねえか、本当の。8.6 秒バズーカが一番干されてるっていうね。ケバブ売ってますからね。ケバさんの海扱いっていうね。さあ、もう、背中で語るスタイルですね、田村さん。それは、追い込みまでこの早上がりは、勝負かけてますね。いやー、でも不思議とね、内が開くんだよね、このゲームね。裏金が乗って関係者全滅っていうね、役満っていう。なんだろう、締め出すのやめてもらっていいですかっていうね、ほんとだよね。締め出すのやめてもらっていいですか。あ、僕の方が早いですね、すいません。ひろゆきもびっくりぐらいなね、煽り方ですけどね、これ。ひてーっていうね、最低役ゆえっていうね。裏柄が乗って関係者全滅っていうね。ドライオン確定っていうね。なんで乗せてくれなかったんですかね。嫌がらせもほどほどにしてほしいですよね。こんなさ、なんか馬乗せてお手馬とかね、めっちゃ乗せてくれんのに。うさばらしのバカ勝ちで草っていうね。さあ、騎乗交渉行きましょう。あ、もうめっちゃ干されてんじゃないですか。もうお手馬しか乗せてくれないようになっちゃってるよ。さあ、天杯セイント、あ、この馬あれですよね、2000、お、この馬でもいけそうなんですよ。この馬もね、お手馬になる可能性がある。
こんばんまだリセマラ中ですかっていうね、ロイヤルタッチ故障しちゃったんでね、ちょっと困ってますね。ロイヤルタッチ故障でしたよ。お、あ、これね、どうでもいい、どうでもいいやつですね。いやー、ロイヤルタッチ故障です、完全に。京都競馬場、命運がはっきり、命運がはっきり分かれておりますっていうね。さあ、行きましょう。これがもうさっきからサイレンス通過にしか見えないんだけどね、緑の面子なんで。締め出すのやめてもらってもいいですか。根性パワー重場、こっちが多分このアゼレア賞を勝てれば見えてくるよ、日本ダービー。薬使っても乗れてたらいいと思うんですけどっていうね。電波即離全クライムっていうね。緑の面子、クスの魂、その馬の名は。サイレンスーカーじゃなくねそれ。やっぱ調教の時いなくなっちゃうからなっていうね。調教はね乗りたくないんですよね。キングヘイローっていうね、タバラヘイローでしたね。しっかりスタートと遅れていくっていうね。さあ行きましょうかね。お、スローペースアビリティ発動中ですね。朝弱いのかなっていうね。タバラセイキーってね、タバラヘイローならまだわかるけど、タバラセイキーはただの名前なんだ。それただの名前なんだよね、タバラセイキーは。すごいね、この人 1000m ライン前から仕事しようとするからね。折り合いノーマルで、おお、もう、お、横綱相撲ですね。ディープインパクトもびっくりの四角戦闘。さあこれはすごいですね。また新馬戦に、未勝利戦に続き昇級初戦も無知なしの馬なりですね。うわ、馬なりでこれはちぎります、ちぎります、すごいちぎりますね。とんでもないですね、これは。化け物だ。まくってくねって、ミルクセイキーっていうね、シャブでヘロヘロっていうね。これは期待していいんじゃないですか。あ、ガッツポーズしようとして写真切られたやつは。10番人気ですね。これもうお手馬にしてくださいよ、さすがに。え、2勝してんのに、嘘でしょ。まだ預けてくれないですね。嫌がらせですかね。さあ、素直ではない、根性もない、キレもない、スタートもダメ、かかるんだけど逃げ馬の天敗。とんでもない、とんでもないね。大逃げ出遅れ癖、二の足ついてますけどね。むちゃくちゃ癖の塊じゃないか、この馬。干されてるなーっていうね。ブーンしないからっていうね。あーっと出遅れましたね。タバラ関どうするんでしょうか。しっかり出遅れていくスタイルでしたね。おーっと、内に切り込んでいきますね。なるほど。そのまま壁ドンしようとしてますね。おーっと、スルスルと前に行こうとしてますね、田原さん。ここは本気を出さないといけないんじゃないですか。癖が強いね、天敗ね。お、今回は本気を出そうとしてますよ、田原正義。あ、根性ねえんだ。根性ねえんだ。おっと、これは珍しい、田原正義がものすごいムチを打っている。危なかった。雨の日だけは本気を出そうと、天才の道筋だなっていうね。癖強えなぁ、この田原さん。6番人気ですからね。ものすごい癖の強い乗り方しましたけどね。どうした田原っていうね、人格が変わったのかっていうぐらいで、ね、めちゃくちゃムチ打ってましたからね。やっぱり煽るからなっていうね。競争寿命は全然減らなそうっていうね。馬にシャブ打ってるの疑うレベルの勝ち方っていうね。翌日のね、パンパンっていうね。さあ、わあ、AC ガイモンですね。ニュージーランドトロフィー。これは、ちょっとこっちよりも、こっちをね、乗っていくしかないですね。今、カシクラを積み重ねることだけを考えないといけないですからね。さあ、投げキス間に合いません。
インターターフネス。おお、日曜日休みだ。日曜日休みだ。タンヤオっていうね、よく勝てたなっていうね。翌日はね、腕パンパン。今日の勝ちで 10g ぐらいの価値があるぜっていうね。今までノンステッキで勝ってて草っていうね。無知を打つのは雨の日だけっていうね。マックスビューティーの息子ってね、いい会社ですねっていうね。日曜日休みになっちゃいましたね。日曜は休むものっていうね。僕ほらその仕事的に日曜日休みじゃないからさ、日曜日にこう仕事ないとそわそわしちゃうんだよね。さあダンディーコマンド。まあこの馬は皐月賞に行こうとしてたんですね。僕は乗れないです。いや待てよ、次走提案しよう。 2000m なんでこの馬結構優秀なんで、1600馬群割もありますよね。接戦も20丸。乗れない皐月賞に走らされるよりは立花ステークス行ってもらいましょう。オーナーお願いします。お、素晴らしい、僕のことを考えてくれてる。さあ2頭いますけど、一応は YouTuber ですねっていうね。 YouTuber っていうレベルでもないですけどね、僕なんか。さあ天杯、これは万世なんですけどね。大逃げ出遅れ癖、二の足がつの出遅れ癖のある大逃げはもう立ち悪ですけどね。出たら勝ちみたいな感じですね。ジャンプネスタキオンっていうね、殺しを諦めてくれる、ね、素晴らしいねオーナーでしたね。さあ芝2400、マックスウィンザーですね。騎士は月曜休みだからっていうね。アメとムチの男タバラっていうね。タバラさんは現役時はしてなかったよねきっとっていうね。あ、現役時は多分できないんじゃないかな。あの調整ルームとかで普通にバレると思う普通にバレると思うんだよね。まあ勝てた方がいいしっていうね、この勝負服こそタバラだなっていうね。マヤノの勝負服ですね。さあ滝川みたいになるっていうね。晩年やってた説を藤田さんが言ってたらしいっていうね。いやどうなんすかね、そういう風に見えるところがあったんじゃない。ドーピングの尿検査あるんじゃねっていうね、確かにあるような気がするんですけどね。おかかりバットですね、バットかかりですね。さあここは一回内に潜ったと見せかけて一番外を出していく完全に天皇賞春やりたいだけの男。競馬場違うよ田原さん、田原さん競馬場違いますよ、田原さん競馬場が違います。ここは阪神競馬場です。おっと外から一頭何か突っ込んでくる、久しぶりに追っている、タバラが追っている、ガチだ、今回のタバラはガチだ、ムチも打つ。勝手に騎士にドーピングってあるんだっていう、なんか普通にありそうですけどね。全然差し切ったっていうね、一頭だけ突っ込んでくるっていうね。まあでもさ、あれさ、あの杉本さんの実況はさ、あれずるいよね、突っ込んできてるの確認した後に突っ込ん、もう俵が来てるっていうの分かってる状態で何か一頭突っ込んでくるって言ってるから、うまいなこの人と思うよね。あの臨場感のある実況っていうのがめちゃくちゃうまいなと思う。もうそういうみたいなね、競馬場以上に違う馬の力っていうね。無知は必要だ、おせーって清原現役からやってたんだっけって、なんとなく繊細っぽい2人っていうね。繊細かも、繊細でしょうね。馬のことしか考えてないですからね田原さんは。
体重調整は楽になりそうっていうね、超気持ちいいっていうね、あれはテレビで映るタイミングらしいですねっていうね。うまいよな、あの杉本清っていう男は。ああうまいよな、ほんとカメラマンに四角前から3頭をフレームから外すなって指示してたらしいですよ、杉本アナっていうね。どんだけ競馬知ってんねんっていう話ですけどね、すごいですよね。だからね、あ、やったかもこれ。あ、すごい、しんがり一気、間に合うのか、果たして間に合うのか、間に合うのか、間に合うのか、間に合った。危ない、危なかった。しんがり一気、危ない、危なかった。今一瞬やったと思ってるよ。いよいよタバラ大遊びですね。最後ゴッツ放送と選んだと戦いだ。なんとかなるもんやなっていうね。いや俺もちょっと危なかった、今ギリギリだわ、石谷にかぶってたっていうね。今ランチにぶつからなかったっていうね。ちょっと見てみましょうかね、何メートルぐらいこれロスするんですかね。全く馬に優しくないっていうね、マッキー現役時代っていうね。新庄さんグリーニーやつで当時はセーフっていうね。いやーだからもうカメラマン的にこの、だからもうこれの杉本清の実況はもう どうしたタバラ、カメラから外れてるぞって、外の外走ってってるからね。馬の足めっちゃ消耗っていうね。うわあ、本当だ、ラチぶつかってる、端ラチぶつかってるね。内ラチにぶつかってるよ完全に。あでもすごい、前うちの馬たちが止まってるかのような強烈な末脚、勝ったかも分かんないもんね普通は、あの距離感。タバラが消えたっていうね、それじゃ JRA から目つけられるわっていうね。うちラジに普通に激突してましたね、吹っ飛んでも吹っ飛ばないといけないところプラス400ぐらい走ってそうっていうね。さあジョージビューティーですね、やっぱり殺し匠間に合わなかったですね。チアーズホープです。お、来ましたね、ツルツル、ありがとう。アンダーキングですね、なんもない、四角戦闘だけ。森、まあね、東、西に西を向、カーチが西を向いたらね、タバラ東を向くっていうライバル関係ですからね。乗せてくれよ。全然主席で出ても全然なんか乗らせてもらえてないような気がする、このハゲっていう。土砂回りしても全然乗せてくんないんだもん。お、吉田豊さんもようタバラっつってますよ、だって大外回すしっていうね。毎週毎週ね、あのみんなのみんなのね気持ちを削いでいく藤岡雄介さんですね。ヨウタバラ、ヨウタバラじゃないよあんた、怒られるぞ。じゃあ一応ちょっと今4月の3週なんでね、リーディング見てみましょうかね。あー20勝なんですね、曽根正幸さんですね、これ藤田真嗣ですね。これ完全に藤田さんですね、藤田さんが26勝。うん、まあ勝率はやっぱ160、まああれですね、 0.167 ですけどね、勝率はやっぱそうですね、相当藤田さん乗れてますね。さすが不採地コンコルドの年だけあるような気がしますけどね、乗れてる藤田に夢中になってますけどね。さあ行きましょう、満作っていうね、ヨウタバラっていうね、怒られて消されそう、違うだろうっていうね。今度は土曜休みっていうね、高田組ってっていうね、細田って池添ではっていうね。そう、あの実名じゃない人多いですからね、チャンピオンジョッキーはね。結構そろそろセーブもしてみてはっていうね。あそうだね、藤岡何勝してるんだろうかっていうね、残り10勝まで来てますからね。まあ、22勝ですねこれで。
まあでも結構あれですね、皐月賞投手は間に合わなかったかっていう感じですけどね。他の騎士より週休が多くねっていうね。そうっすよね、週休が多い、明らかに。高田君、初代ウイポからあるある、ある意味ね、有名な名前ですからね。いやー、でもさっきの大外は気持ち的にはね、ギリギリでしたからね、二度とやりたくないですね。何を思ったか、ちょっと外の芝目がよく見えてしまいまして、外に走っていってしまったんですけどね。外に走っていくだけでどんどんね、うん、2着3着ってすごいね、やっぱね、大外って。これもやったんじゃない？ああ、平気だったね平気だったね。でも何これ、外は加速ができないの？舐めてるっていう。オルフェ戻ってきたぞっていうね、オブセッションっていうね、プラカード持ち担当っていうね、全ての競馬関係者が敵になるっていうね、小川かなっていうね、平気ではないっていうね。最後はものすごい大外選んでたから、あー、やっぱ釘を打たれるんだね。適切な乗り方、追わないより大外に出す方が怒られてるよね、これ完全に。ちゃんと乗れっていう、ちょっとなんか見えない圧力を感じましたよ、ツルツルから。ちゃんと乗るか、じゃあ。じゃあ最内に入らせてほしいんですけど、ちょっと僕、調教師の先生に目つけられてまして、先輩ちょっと中入りたいんですよね。ちょっと中入らせてもらいますね。じゃあ、さっきの圧力あったんですけどねっていうね、圧力には屈しないタイプです。おっと、これはちょっときついか、頭ら。最内から一頭突っ込んできてる。危なかったちゃんと乗りました。ちゃんと乗る、車高っていうねあ、でもねぎらいを忘れないところが田原さんですね。素晴らしいですね。13番人気で勝っちゃうっていうね。カーレースのようにうまいやつ出てくさっていうね、ものすごいですよね。内入ったり外入ったり。お、ダンディーコマンド来ました。ヤマニンリコール、リコール入ってますね。メジロ鈴丸、さあこんな感じですかね。いつも乗せてくれてるけど、お手馬にならない馬がいたんだけど、有賀先生のとこかな。こいつ、いや、ちげえな、こいつじゃねえ。こっちかな。今からウイニングポスト9買うのもったいないですか？いや、全然別に。やりたいならやった方がいいです。もったいないなんてないです、ゲームに。セイントリファール、なぜ私青馬賞になっちゃったの。来週騎乗お願いされないかな。これって馬主との有効度とかあるんですか？絶対ないだろうねセーブ、あ、セーブね、セーブ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 トゥーセーブですね。なんかいっぱい田原正規のファイルあって分かんなくなるんですけど、これ無印はそうですね、2022馬は頑張ってるよっていうね、関東のジョッキーたちに目をつけられてますっていうね、田原をリコールっていうね。体験版を今日やったんですが、あまりに面白くてって。おー、2022ウィニングポスト9、2022だったら買ってもいいんじゃないですかね。
無印じゃなければ面白いですよ、ナインは。おはよう関くん、今日持っていこうねっていうね、セーブデータがたまらだらけっていうね。シミュレーションのゲームはいつやってても楽しめるっていうね。そうっすね、グラフィック気にならないなら。今日ね、久しぶりにダビスタの動画撮ってたんですけど、ダビスタもやっぱ素晴らしいですよ。馬の描写はもうね、ダビスタは本当に素晴らしいなと思う、マジで。中古でもいいっていうね。まああんな足ぶっ壊れそうな走らせ方する騎士にいい感情抱かないでしょうっていうね。そういえばマウント&プレー、マウント&ブレードアップできましたねっていうね。俺さっきやった時アップでなかったから、この短い時間の間にアップデがあったんだな。後でアップデしとこう。10でシリーズボーナスあるだろうからやってもいいと思いますっていうね。シリーズボーナスあると思いますけどね。でもなんか虹とか金札の札の継承はなさそうな気がして、俺は恐怖に震えてるんですけど。タコラがムチを使っている。いや、開いちゃうんだよね、タバララインね、かの有名な。ダビスタ危ねまだっていうね。トラさんありがとうございます。中古はいくらか調べてみますっていうね。ウィニングポストのない2022は結構ね、値段下がってきてると思いますね。テンジシリーズボーナスあるのかな。和田もオペの皐月賞の走らせ方怒られたらしいなっていうね。なんかいいものがもらえるんですかっていうね。基本的に札はもらえると思うんですよね。札がもらえるっていうのはあると思います。ダビスタライブしてくださいっていうね。7から8の時も少ししかもらえなかったっていうね。これ PC であれば引き継ぎで機種データも突っ込めるんだろうなっていうね。そうですね、基本的に PC の方はZIP ファイルに入ってますからね。ダビスタにタキオンを追加してくれっていうね。追加してほしいね。そう、追加してほしいなんかもの結構ダビスタ多いんですよね、さりげなく。よいしょよいしょ、あいしょ、ああ、ぶつかっちゃった。ヤン先生は馬に負担をかける走り方は嫌がりますからねっていうね。和田オペの話はオペの足をいたわるために先行策を指示してたんだけど、リュウジが独断で差し策にしたからだっけっていうね。調教師先生の言うことを聞かなかったってことですね。それは怒られるんでしょう。いや、皆さん頑張られてますね。馬っていうのは語り合うもんなんですよね。そうやって鞭打つもんではないんですけどね。ドーデュースも欲しいっていうね。まあでもダビスタはそうですね、アップデあるんですかね。なんかアップデをする理由がなさそうな気がするんですよね。ダビスタリセットして初年度の馬谷のギムレット3区まさかのステータス爆発して G46 勝がっぽりよっていうね。いいな、そういう馬に出会いたいです。さあ、メジロスズマルですね。スズマルくん頑張ってくれ。ストロングゼロ開けたかなっていうね。タバコだね。いや、普通さ、 G1 ジョッキーとかさ、こういうなんだろう、カチャカチャするアクションゲームってそのなんだろう、お水飲むのも結構きつかったりするんですよ。あ、でこの馬逃げ馬だ。なんていうんですかね、こうカチャ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 動かすから両手常に使ってるからさ、でコメントとかも読みづらかったりするんですけど、イージーはいいぞーイージーはいいぞー、イージーおすすめだぞー、本当にのんびりできるぞー、こんなチャカチャカするゲームなはずなのに。さっきまで散々大外ぶん回しておいてっていうね。いや、だって外に呼ばれた気がしたから。リュウジも当日の馬場状態から差し策が最適だと判断したからなんだけどねっていうね。なるほどね。
クイノックスとドデュースとタイトルホルダー金札は虹札になるかな。イクイノックスは多分金札になるんじゃないですか。虹ってことはないと思うけどね。いっとはいいぞーって非常依頼できる機種に田村追加のアップデートでユーザーが戻ってくるっていうね。実況配信用モードっていうね。ワールドオブオーシップとか配信したらやばそうっていうね。あれめちゃくちゃ大変ですよ。あれもカチャ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 やってるからね。あの重かじいっぱいとね、取りかじいっぱいしまくったりするとジョイスティック折れるからね。ダビスタにいろいろあるでしょ。例えばレジェンド名馬が実際のゲームに出てくるとかって。ああ、なるほどね。イクイノックス来年の成績次第に虹、いやー俺は虹はないんじゃないかなと思うんですけどね。うわー、青場所来ねえよ。竹豊だよ。ずる、竹豊。 MI ブランか。 MI ブラン、いやー、のここで谷川だけステークス。さて豊かダービーローテーション、ずるいなー豊かさん。時速60キロ出す競走馬に乗りながら後ろ見るの超人かなっていうね。あと5勝っていうね。青葉召集何も乗れないっていうね。事情交渉するか。土曜日なんかもう完全に丸開けだからね。おお、 MI ブランに乗れんのか。ボドータースピクが銀でイクイが金、あと F フォーリア金札。ああ、まあそうっすね。エフフォーリアは金かな。部屋でゴロンとしてればいいと思うよっていうね。理想を提案していきましょうっていうね。いや、京都新聞杯なんだよ。地味に気になるのが今村ジョッキーのね、能力値確かに気になりますよね。ここまでベラボーに勝ってるからね。あれをちょっとウイニングポストで再現するのは厳しそうな感じですけどね。表現ができないジョッキーかもしれない。久しぶりに2位とタバラっていうね。完全に2位とタバラなのよね。まあ、MI ブランなんかむちゃくちゃ強い馬ですからね。よう乗せてくれたなって感じですけど。槙原タバラ遅いに全力勢っていうね。さあ馬群に突っ込ませるのか。ここから、いや、しっかり外に出しているタバラ。おお、出したタバラ。まくっていく。まくりながら内に蓋していく。ダート G1 も狙えるっていうね。この馬はそのレベルですよね。本当に何の無知だったんだっていうね。ペチペチっていうね。それを人は社交と呼ぶっていうね。ミポの子孫の初年度レベルで勝てるような今村騎手っていうね。ドッテールも2022で消えたりしないよなっていうね。消えるようになるのかな。まあでも今年で引退ですからね、ドッテール。さあここで決めましょう、日本ダービー切符を。サウンドバリアーですね。乗せてくんないんだ。タイブルースお手馬でした。でも今お手馬、タイブルースのお手馬よりも
2勝を取りに行きましょう。さああとこれで1勝ですね。これあれかな、追い切りとかも行った方がいいのかな。お、来たお前、サウンドバレー一回断られて一回断られてるんですけどね、おかしいですね。これで30勝来ましたね。日本ダービー乗れます。セーブしておきましょう。新規ファイル田原正規だらけっていうね、自分の名前より田原正規の方が多いっていうね。もうさっき断られてるんですけどね、一回ね、来たねって即相撲っていうね。追い切りの依頼は受けれないっていうね。アラバンサなくてもいけると思うんだけどね。調子を五波論単走いっぱい、もう目いっぱい試合入れましょうかね。いや、販路行こう。ダービーで試合出た方がっていうね。うわー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 、はい、11秒8、すごい切れ味やなね。タイムだけ見たら強烈なタイムですよね。これやっぱここでちょっと上がってんだろうね。なんか追い切りに来ねえから切られてんのかな、もしかして。断られたら尿検査する前だったんやろっていうね。さあサウンドバリアですね。チンガリッキド根性っすね。かもねっていうね。結構あれなんかそういうところもあんのかなって思ってきたんですけど、全然あいつ追い切り来ねえじゃん調教みたいな。そしたら超リアルだよね。しかも舞台ぶつけるしさ、馬体もぶつけちゃうしさ、リアルすぎ、リアルすぎだよね。変なところが変なとこリアルすぎだろっていうね。あ、乗鞍だけ持ってこうとしてもいい顔しないわなっていうね。確かに調教来ねえくせに乗らせてくれわなっていうね。多分そういうのをそこまで再現できる神ゲーを作っといて、なんでこれ続編出ないんですかね。何回も言いますけど、おかしいでしょ。そんなシステムをスイッチで完成させている光栄テクモ、なぜこれを続編出さなかった。昔サボって試合で出る人みたいな印象っていうね、まあ、まさにそんな感じですよね。もうちょっと調教来てくれればなって思ってそうっていうね。いやでもマジありそうだよねそれ。うわ、内、お、初めて内が開かないかも。そこ突っ込め。謎の追い打ち、素晴らしい。 PS4 で出してくれっていうね。相場高くてまだ出せない、手が出せないっていうね。だからね、きっとそういうところも見られてんだろうね。なんか言われてますけど、この馬の力とこんなもんだかなっていうね。さあ行きましょう、ダービーへの切符。15番人気、ここがまず一つのあれですね。うわ、フサイチコンゴロ 1.2倍、やばいね。やばいやついるよ。82。すごい差。すごい差です。すごい差、いきなりカモンですね。さあ、アラバンサ、勝率、マックスの
戦い、ここからは本気ですね。グレイトっていうね。さあ行きましょう。音速の末脚がね、いましたね。わかりやすくていいですけどね、勝負服がわかりやすいんで。サイチコンコルジュってあそこにいるもんね。どこで仕掛けるかですけど、まあ、京都新聞杯2200か、ダービー本命馬を通信した俵っていうね。もう行きましょうかね。いやー、ちょっとここで潰しときたいですけどね。てか和製ラムタナってシーズンでも京都新聞杯出てないですよ。3戦3勝ですからね。いやー、やっぱ藤田さんいい位置にいるよ。一番何も起きない位置にいる。こっちは勝負しに内に突っ込むしかないからね。いや、もううちの外の突風に巻き込まれてもらうしかない。開け、ゴマ。うわ、勝手にゴーした。うわー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 、一瞬の切れ味。うわうわ、刺された。やり直し、やり直し。危ねえ、セーブしといてよかった。いや、鼻差が。やり直しですわ。ムチ入れないからっていうね。いや、あのね、俺風車ムチにしてたわ今。やられたよ。セーブしといて、おかげでなんとかなったっていうね。そう、プリンシパルからダービーだった気がするっていうね。ビクッとして顔にスマホ落としたっていうね。いや、もうホラリエぐらいの驚き方してたからね。夢だったっていう。夢だったね。危なかったよ。セーブしといてよかった。嫌な予感は当たりましたね。一周前まで巻き戻されるような、あ、そうではなかったっていうね。で、またあれですわ、調教からですね。間違えちゃうのこれ。いやー、ホラゲーやってる人ぐらいの悲鳴でしたけどね。うわーうわーっていう。依頼終了。頼むアロバンサー。サイチコンコルドじゃ仕方ないよっていうね。いや、もうここは勝ちに行ってましたからね。なんだったらサイチコンコルドさっきの状態結構ラッキーな位置関係でしたけどね。まあエルコンよりは楽そうですねっていうね。確かにイージーで勝てんということは本来勝てないレースなんだろうなっていうね。勝っちゃいけないレースなんじゃないかな。さあ本日も63タバラありがとうございます。222人のね、ボットはヒューマンノータバラの方たちとね、プレイさせていただいておりますけど、ぜひともね、タバラっていう方はね、高評価をしていただいて、タバラさん、タバラ正規になれるボタンでございますから、タバラ正規ボタンを押していただければと思います。行きましょう。状況だと終えるんだねっていうね。あれ、じゃあダンスインザダークのダービー前走ってなんだっけっていうね。あれ、皐月賞じゃないかな。あ、違うか、京都新聞杯じゃん。これ面白そうっていうね。まあ面白いですよ。タバラ軍団入りましたって。70タバラ正規ありがとうございます。皐月は回避して京都新聞杯。え、直行、直行だっけ。よし、うちに入らせてもらおう。いやー、あとちょっとだったんだけどな。
田原誠一の VHS のビデオ持ってましたっていうね、まあ、アイドルですから。さあ70田原誠一ありがとうございます。高評価ボタン田原誠一70田原誠一です。皆様70人の田原誠一想像したらちょっとゾクゾクっとしたわ。70人の田原誠一想像してみてください。あの顔が70人集まってます。怖いですね怖いですね。あ、予行練習しますよ田原さんが。あ、聞きながら寝ます。おやすみなさい。お疲れ様です。京都神戸吉家とかよくいた印象っていうね。私が田原誠一ですっていうね。この頃の京都新聞杯って菊花賞トライアル、ああそうっすね。70人の前科者っていうね。だから今72前科っすね。さあもう一度切れ粘りがないですからね。だからもうでも結構俺思うんですけど、この不採地コンコルドって、あれですよね、あの強すぎない多分結構強いような気がするんだけど、まあ、でもうちは効いたからな。頑張ろう。左斜め前にいるかな。そこにいるね。いやでもさっき気持ちよく外回してたからな藤田さんも。なんとかブロックを作ってほしいですね。あそこでブロック形成求めます。外いるね。真横にいるね。ついていくのもこっちはみレベルマックスですからね。道中でむちゃくちゃな相手してるような気がするけど、おお、そう一番外行ってるね。いけるか、いけるか、いったいった、うわー刺したー。これで日本ダービー、あー出れるか、2着まで。この人も田原誠一ですって離席してました。今何勝ですかっていうね。ちょっと藤田の兄貴見に行ってみましょうか。全然ノー藤田のもう藤田の兄貴の要素ゼロなんやけど、この藤田。白瀬さんおやすみなさい。まあこの馬で負けてしまうとはなって思うぐらい力の差はっきりしてるんだけどね。源氏パイっていうね、正反対っていうね。調べてきました。プリンシバルからダービーだった模様っていうね。不採地はスミレステークスからの直行でしたっていうね。いやー危なかった。自走提案ですね。あ、日本ダービー提案できませんモブ顔っていうね。さあここで29勝になりますね。スミレステークスっていうね。結局やっぱ草なんだね、スミレだから。あ、草、花か草じゃねえよ、花か。スミレ、スミレは。あ、痛い痛いね。なんでそこにいるんですか先輩、おかしいでしょ。多分33勝ぐらいっていうね。今あれですね、28勝目でこれで29勝ですね。
ムチで人叩いてくださいっていうね、ケシの花っていうね。さあ思いっきし29勝にね、貪欲に行きましたけどね、馬体合わせてガン飛ばすって怖すぎだろっていうね。さあ次の1勝は重要だぞっていうね、魔の花っていうね。さあ NT ウィナーズね、スタート、お、来ましたね、チーターです。チーターに乗れる。さあ行きますよ、チートチート発動。素晴らしいスタートダッシュでしたね、さすがチーターですね。バタヤ合わせてガンを飛ばすってどんな感じなんだろうね。あ、梅さんおやすみなさい。足毛の子は競争しながら隣の子に噛みつこうとしてましたよっていうね。まあでもエルボーする人もいる世の中だからね、エルボーを見さわせる人いるんだから、伸びながら。やっぱ新潟は直線が長いですね。ああ、ガンナさんチャンネル登録ありがとうございます。進行インディーも噛みついてましたねっていうね。いや新潟は長いですね、やっぱこのアングルなかなか見れないアングルですかエルボーを食らった人ってムーアっていうね。食らった人ムーアでしたっけ。競輪は小指を相手のハンドルに引っ掛けるっていうしなっていうね、すごいですよね。まずはビクトリア・ミリア・マイル、ビクトリアでマジックキスで1万制覇でしょって一番エグいんですよそれ。さあめちゃくちゃいい顔してました、調教師の先生。あ、若手になりましたね、勝率は 100% を維持してます。さあ騎乗交渉ですけども、お、いきなり G1 ですね。ほんまにマジックキスおるやんけ本当にマジックキスいるけど、せめてシェイクハンドじゃないこれ、いけんのこのマジックキス。このビクトリアマイルはどんな馬が出るんですか。手出して平気なレースですか手出して平気なレースなんですかこれ。5月2週ビクトリアマイルって出てたね。あ、いますね。いやいや無理やって、ダンスパートナーいるじゃん、82ツインクルシアマゾンとかいるからねこんな無理だろ、フラワーパークいるからね、これダメだって。これマジックキスで絶対出たら終わるぞ、終わりの音が聞こえるんだけど、このビクトリアマイルレベル高いな。サイレントハピネスとかもいいんだから、ちょっとレベル高すぎですね。アマゾンもいて、これはドキドキしますね本当に。ちょっととりあえずセーブしとことりあえずセーブしとこ。まあでも日本ダービーを勝つためにやってるんで今回は。でまだ勝てないとね、一生寝れないんですよ一生寝れないのが嫌なんですよね。あ、シェイクハンドいいですよ、直一気一瞬の切れ、四角線と大まくり、馬群割りまで持ってます。乗らしてください。よー来たー、シェイクハンドでワンチャンですね。さあここからはもうオープンレースに、アレグロ、よし来た、素晴らしいですね。さあ最終追い切りですね。サンハロン単走いっぱいです。
理想提案でダービーにした方があって、ああなるほどね。これスイッチ版ですね。首から落ちてましたけどっていうね。あれは怪我しますよね、普通に考えてね。さあ、いや素晴らしい追い切りじゃないですか。でもエクセレント出ないんだけどね。もうサンハロン追い切りじゃん。なんかテンパイがどうのこうのとか言ってましたね。スタートがどうのこうのって。スタート特訓3回中2回エクセレント無理じゃん。素晴らしい追い切りやったら。おお、なるほどね。出遅れ癖を解消したってやつですね。もう毎回テンパイはスタートの練習しに来ればいいってことだね。仕上がりはどんな感じかって最悪ですって最悪ですってね。最高の仕上がりですって。ちょろくねっていうね。普通にいけとるやんけっていうね。さあ行こう。セーブセーブ。今リーディング2位ですからね。ここで G1 勝って弾みが欲しいですね。さあバイタルフォースどうだろうね。飛車馬、まあでも80代の相手だからね、70ぐらいの馬だったらいけるような気もするんですけどね。インバクラシックはヤドルブ時代かっていうね。ああそうなりますよね。96年だからね。ロイヤルタッチなんで乗せてくんなかったんだろうな。ついてます。珍しく俵が追ってる。仕事したね仕事したね。今なら乗れるかもですよっていうね。今なら乗れるかもしれないですね。確かに。バイタルフォースの下、ありがとうございます。さあここからですね、待ちかねアレグロ。問題は今週のビクトリアマイルですね。位置取りエクセレントアクセレント。さあ236人の睡眠中の皆様と、もうほとんど寝てる75人の田原誠一様、お疲れ様です。
ぜひね、高評価押していただけると、たまら正規ボタンっていう形となっておりますので、あなたも、たまらの世界に来ないか。お、スローペースアビリティ出てますね。1年目の30勝未満に岡部さんの手間は集まるでしょ、普通はっていうね。そうか。まあそうなるか。飛ぶ鳥落とす勢いでもダメですかね。お、この人ゴール板後にも鞭入れてる。これはあれですね、制裁対象です。俺がタバラっていうね。公営のゲームは隠し要素多すぎっていうね。すごいですね、ゴール後にあんだけ鞭打つジョッキを信頼って、制裁ですねっていうね。さあ、テンパイです。スタート丸がついてますけど、スタートが得意になってますからね。今度そうとも関係ない。ノーリーで出そうですね。ノーリースーサーショーに怒られろっていうね。どうぞエゴ団体に怒られろっていうね。怒られるところ大量にあるんですけど。さあ、東京の直線は長いぞ。東京の直線は長いぞ。頑張れ頑張れ。動物愛護団体に怒られてもテンパイ。さあ来ましたね、練習一発で行きたいですね。一発で一発で行きたい。何番人気？うわ、11番人気。ちなみにですけど、マジックキッスは13番人気です。ね。また、見てください皆さん。上がりましょうねっていうね。また、驚異の 41.0 倍のオッズに印つけてる土地狂った野郎がいますよ皆さん。すごいですね、この印。あのヒゲオヤジの印なんですかね。ヒゲオヤジ勝負するね。そして久保村さんがいますね。本物の俵を決める戦いにもなりそうですね。さあ、そして菱アマゾン。ちなみにですけど、このシェイクハンドは、直一気一瞬の切れ四角線と大まくりバグン割りありますからね。まあ、これをうまく使えればもう全然いけるような気がしますけどね。見る目あるなーっていうね。いたきの印かなっていう。行きましょう。自主評価っていうね、何の評価なんですかね。あの右は評価なのか、それともタバラ42倍か、美味しいやんけっていうね。俺でもこの世界のタバラさんいて G1 この状態で出てきたら俺もね10万ぐらい突っ込むわ誕生日。初見です、こんばんはっていうね。ケースさんこんばんは。ウイポがどんなゲームか視察しに来ましたっていうね。これウィニングポスト10の、新モード、機種モードですね。光栄に怒られるっていうね、タイプですけど。さあ、ちょっと出足が悪かったか。追いが足らなかったっすね。あの、シャーの外にいるんですよね。位置取りがノーマルになってしまいましたね。全部つけたいですね。バグン割りから何から全部つけたいんで、ここのバグンを割りたいですね。
さあ、バグ割りつかなかったね。いけー、おせー、無知だのいらのおせー、来た、よっしゃー、簡単だったわ思った以上に簡単だった。あの、全然簡単でしたね今見ました、今見ました、皆さん見ました、皆さん、あのハイタッチを求めてきた人を尻目にシカトするっていう、だから馬券簡単すぎるなこの世界っていうね、マジでちょろいっていうね、あれ本物じゃなかったっていうね、本物とは本物でしたね隣にいたのフラワーパークでしたけど、シェイクハンドがいいですね。シェイクハンドもらえるのは結構でかいですね。ハイタッチシカトですね本物とのね、トッペルゲンガー効果起きそうでしたけどね、シカトしていきましたからね、シュッて。いやー、もうあの伝説のエルコンドルパサーの NHK マイルカップを超えてきてるんで、こちらはこちらとしてはね、鬼畜みたいな馬たちばっかですね。四角線と短いところを狙っていこうかな。厩舎がね、美穂の二の足四角線と、お、出口さんですね、モンテバロンですね、メンデスのスポンジダガになりそうっていうね、あれを想像しましたよっていうね、拍手が名前なのでハイタッチを受け入れなかったのかっていうね。リッチダビスタで前髪になり発狂してたのでジョッキー視点を楽しみに見てますっていうね。あら、正規くんっていうね。さあ、次はオークスですよね。いや、エリモシック乗れたらな。乗れねえだろうな。来た、乗れた全部のお手馬たちを放り出して G1 に乗り出したぞ、この男。あ、優秀な馬いないですね。マイネルヒーロー、両方ともお手馬ではないですけどね。まあでも乗らないと G1 乗せてくれなくなるんでね。さあ、エリモシックに乗れるなんて気持ちいいですね。さあ、いよいよ来週はダービーだっていうね。未勝利戦勝たせてあげるくらいはねっていうね。そうそう、未勝利戦を勝たせることによって不遇な人生を送る馬を1頭でも減らしたいっていうね、素晴らしい考えですね。思い切りいきましょう。いやー、切りたいですね。5秒切りたいけど、今のエリモシックにはいけるのか。いや、減らないよ、運命が変わるだけでっていうね。捕まるよ、マジでのノリで言うのやめよう いやー、ちょっと重たいですね。でもその代わりに別の一頭の罵声がっていうね。ダービー勝ったら8の続きですねっていうね。問題は乗れるかどうかっていうね。いや、お手馬1頭いるんでね、乗れることは乗れるんですけど、ロイヤルタッチ今ここでお願いしに行こうか。ロイヤルタッチは自分の厩舎だから、ありゃ
ここですね。志願。ああ、お願いもできない。お願いもできない。シェイク、シェイク。志願が全然できないですよね。クソ。まだ俺は能力としては低いっていう評価になってしまってる。まだ2位なんだね。この年の藤田さん勝ちすぎじゃね。あ、いや1位じゃん。34勝してるよ、ちゃんと。いやー、やっぱね、豊さんが獲得賞金9億ですからね、ぶち抜けてますね。まあここからは簡単には勝たせないですけどね。次の年にキングヘイローで3冠しようっていうね。さあ、湘南マリーンですね。来年はメジロブライトの年ではっていうね。これ今96年、釣り90いや96、うん、97だからサニーブライアンじゃないですか。あ、そっか、2年戻ってるのかっていうね。そう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 、釣りはだからサニーブライアンだよ。ダービーだけ勝つ男っていうのをずっとやってましたけど、来年はサイレンス、いや、今年の2歳がサイレンスーダーっすね。なぜか1年だと勘違いしてたっていうね。鈴鹿の新馬から乗りたいんですけど、まだツテがねできてないんですよね。だからここからね、どれだけ厩舎仲良くなれるかっすね。馬群割りのね、馬群をクパーする練習していきましょうかね。ね、ま、あれ松浦さんですね。あれ、なんか動きが悪いぞこの馬。何かが起きている。お、動きが悪い、めちゃくちゃ。勝利戦でこんなに動きが悪いってことはきっと芝ダートが合ってないぞ、これ。本気だ。本気で乗らないといけないやつだ。これ、芝ダートぐらいは合わせてね、レース出してほしいですけどね。調教師の先生、皆様に忠告ですけど。ずぶいのかなって。いや、多分、芝が走れない馬でも走らしてる感じがしますけど。右回り左回りも特に平気ですからね。ウイポでもあるあるっていうね。すごいずぶいよ。もう分かるもん。乗ってて分かる感覚だから異常なほどずぶいよこれ。スピード感ゼロだもんね。エクセレントだったけどな。粘り込みズブズブの関係です。よいしょ、仕事した。仕事したな今日はっていうね。これも年間300勝くらいしてほしいっていうね。何も言わない。この馬実はダートだったんだよなって。それか30勝したからまたあれ蓋開いた。馬群割り来ましたね。さあ、まあでもエリモシックに乗れるっていうだけでかなり楽ですからね。あれ、エリモシックってオークスバだよね。
違いますがなって、あれ秋華賞か、あれエリムシックってなんか G1 馬勝ってなかったっけ、あエリジョブだ、エリジョか、ここが空きそうですね。しっかり蓋もしていくっていうね。あれだな、なんか完全にあれですね、消えてますね、チートが消えてます。でも30勝して G1 勝つ、若手から若手に昇格外選んだなっていう、そんな外でもないですけどね。非常停止基本来はありますよ、僕は消してます。こんばんは、僕は平成女学院賞ですっていうね。ああ、だからちょっと弱めにされてるわけね。ダメじゃんこれ、2400走れないじゃんこのエリマシック。なんてこった、想定外だ。エアグルーヴの89、うわえぐいな、これもえぐいですね。エリモエクセルか、いやエリモエクセルと勘違いして馬乗っちゃったよどうしようこれきついじゃん、明らかに辛い戦いですね。エアグルーヴがいる、バブルかエアか、バブルだエアか、エアグルーヴってやつですね。スタミナが足りてないからね、折られないっていうのも結構きついですけど、これギルガメッシュ大人の絵本の方が好きでしたっていうね。データかかった、エリムエクセルって胡蝶蘭世代っていうね。サンテレビっていうね、いやーだいぶいい位置にエアグルーヴいるような気がしますけど、ああもう右前にいるのは分かっている。いや絶望的な距離感でしたね。辛いですね。うちら DVK だったっていうね。夢を見たのさっていうね。そう、リセットするとそれを言うようになってるよね。という夢を見たのさっていうね。四角で仕掛けるぐらいでいかないとっていうね。結構きつい戦いですよねこれね。かかるのよこの人、1分3秒台だからね、むちゃくちゃ遅いからねこれ、そりゃかかるよね。夢とか F4 みたいって、あ、FF10 ね。これ絶望的な感じだね。あ、ワンチャン来たかも。いやー、エアグルーヴいいとこにいるぞー。いやー、つらこれつら、ダービー前にこんなリセットかまされると思わなかったわ。でも位置関係ねえ、位置に行くか逆に。
ポテンシャルたまんない、だってイージーだからたまるんじゃないかな。あえて前に行ってみよう。スロー確定問題だからね。どこにエアグルーヴがいる？あれ？エアグルーヴどこにいる？あれ？エアグルーヴがいないぞ。どこ行った？あ、あそこにいるな。青い帽子だね。ワンチャンポテンシャル2玉あればいけんじゃねえか説を。で、行くか。三鷹さん、すんげえいい位置にいるんだよね。たまらん位置にいるよ、あれ。いけるかこれ。行ってくれ行ってくれ行ってくれ。キャー、もうこんなん関係ねえじゃん。右後ろにいるよっていうね。エリモシックナレキッスが似合います。こんなん追い込みとかいらねえじゃんね。追い込みとか追い余裕すぎた。パワープレイすぎた。完全に2200の馬で無敗のオークスはですけどね。さあ、ファフィラスラフィンだったね。スローにさせなかったねっていうね。スタミナとかポテンシャルとか関係ないゲームっていうね。全てをぶち壊すレースしましたね。結局逃げて刺すが最強なんけよっていうね。いやもう完全なパワープレイでしたね。あ、イッサさんこんばんは。幻覚とか言って夢と読むっていうね。さあ行きましょう、日本ダービー。お手馬もいる感じ。おわ、お手馬2頭ですね。どっちで行くかですね。こんなアラバンサーしかいないですけどね。これあえてモンテバロンだけにして、ダービーの騎乗開けてる状態で厩舎土砂回りしてみるか。ワンチャン来ねえかなんか。このおマックスロゼ。お、いや、ちょっと忙しいので次の機会にっていうね。サイレンス鈴鹿来いっていうね。さすがに日本ダービー騎乗の乗り換えはないか。みんな乗りに来てるよな。こいつもヤクザっていう。いや、どっちで行こうこれ。そうすると、いやー、ロイヤルタッチ乗せてもらえないしな。まあでも完全どっちで行こうって、もう距離適性あるアルバンサーしか無理だよな。ど根性が発動するかしないか次第なんだけど、まあアルバンサーで行こう。さあ追い切りです。本社との黒いつながりっていうね。何してもそれ言われるからね。シンガリッキー使いたいですねっていうね。まあでもこのさ、販路調教が一番楽でさ、何も考えないでこのボタンを連打するだけになるから最高なんだよね。あとね、手前変えれば十分ですから。
ういう教師って実際みんなあんな感じなんかなっていうね。Good。 さあ気合はもう最強です。さあ行きましょう、日本ダービー、初年度日本ダービー勝たしてもらいましょう。まあでもオークスももう勝ててますからね、行きましょう。さあ東方、東方ケリーかホーケーリーかホーケーリーって一番最初に読んじゃったよね。え、やはり先生そんな感じあるよね。まあでもあれですけどね、一度調教師免許剥奪になってる人出てますからね、その案件で。マザーさんの記録を塗り替えましたねっていうね、ホーケーリーっていうね、寝てたんじゃないのかあんたは、ずっと黙ってんなと思ってたら、自分の守備範囲になったらね、ズボンを向いてしまえって言うんでしょ向いてしまえって、ほらほらね、もうずっと寝てたんじゃないのあなたたち、ずっと黙ってたでしょ今まで。自分のこのなんかね、ホーケーリーとかさ、それ好きなの出てきた時だけこうコメント欄出てくるのは反則ですよそれは。もうダメですよ、もう常に常にチャット欄にいてください。ホーケーリーとか言う、ずる向いてしまうとかさ言ってしまう人たちは。いやーちょっと長い直線が、変態な長さだこれは。下田で出ると加速してて草っていうね。ホーケー2世の話はまだですかっていうね、2世っていう、ね、下田くんなんていうね、ホーケーなのに出てきた、何言ってんだ14万人気でしたね。フィルサードスキーの話ですかっていうね。いやだからもうスキー系はもう殴るスキーの上行く馬いないからさ、制裁っていうね。さあバロンです。さあ行きましょう、粗品のカウントインパクトっていうね。本系とかもうみんな普通に言い出してるからね、まあ12過ぎてるからね。 YouTube の監視ももうみんな寝てるからさ、この時間だいたい YouTube のライブ無法地帯説っていうのを唱えてるから。シコンの大好きっていう、全のエルシドの話っていうね、本系よりおっぱい好きですっていうね。 どちらが罪ですかいや、シャムに決まってんだろいやでもわかんないな、うん、どっちもどっちだね。あーエボリューション行きたかったな、グッドだったわ。日本なの YouTube の審査ってっていうね、 YouTube Japan っていうのがあるからね。ちょっと人より防御力が高いだけだからっていうねまあそういうことになりますよね。さあ行きましょう、厳しい日本ダービー。いやー12万人気はえぐいぞ。シンガリッキバブルガンフェローですね、一番人気。うわ懐かしい、水面マリノスいる。いやちょっと水面マリノス乗りたかったな、それだったら。さあもう神の馬ロイヤルタッチですけどね、僕の中で。ちょっとバブルガンフェローいるの想定外でしたね、忘れてましたね。バブルガンフェロー、ダンスインザダーク85 87 66 20 20の差をどう埋めるかですね。行きましょう、怪我してないんかっていうね。また20丸打ってるからね、衝撃の馬剣士。行きましょう、日本ダービー一
1年目で制覇していきましょう。これはもう1回目は追い込みで様子見てみようか。いやーイージーが埋めてくれると思うんだよね。俺もイージーっていうのはそれぐらいイージーなはずなんだけど、もう2分22秒1がアルカセットになっちゃってるね。東京の芝2400コースレコードですけどね。アルカセットもだいぶ先の馬なんですけどね。ふさいちコンコルドの負傷全力っていうね。オークスと同じ作戦でいけば余裕っていうね。イージーイージーっていうね。おっと、追い込みをするって言ったのに、この男まさかオークスと同じことをして一発で繰り上がらってやろうっていう魂胆だ、完全に。さあ位置取りでもノーマル出てるんですけど、かからなければいける。かからないでしょうこの馬。さあバブルガムフェロー、あれ左前がバブルガムだよね。で、あと、フサイチコンコルドは後ろにいて、VR タッチも真後ろにいたな。なんて小難しいゴリラだっていうね。ほんと、1分3秒。同じペースです。同じペース来てる。もうここはもうど根性でなんとかするしかない。ど根性が全てをね、埋めてくれると思うんだ。外に日の作戦オークスっていうね。さあ折り合いエクセレント。さあバブルガムフェローとの一騎打ちになるんでしょうか。これは遮光してきたよこの馬。おお、はい、仕掛けはワースト。さあ、ど根性来たぞー。一撃来たー、一撃だー、一撃だー、日本ダービー。あぶねえ、超外から突っ込んできてる。来たー、いよいよハイタッチされなくなったわ。いや、いいですね、いい写真撮れました。アラバンさん、参戦参勝。本あれでしたね、あの丸貝なんですよ、しかも丸貝で、3戦3勝でフサイチコンコルドの記録をこっちがやっちゃうっていうね。ワセ選ぶたらイージーやばいね。イージーの先行やばすぎる。イージーすげえな、何でもできるよこのゲーム。1年目で日本ダービー制覇させていただきました。作戦オークスですね。しかも一発でしたね。菊間この馬ですねっていうね。イージーの凄さ、まさに和製ラムだな。無敗の日本ダービーは、すごいですよね。勝つとは思ってなかったっていうね、日本ダービーで。この馬の力は誰だろう。最もこの結果、ダンスインザダーク、サイチコンコルド、バブルガムフェロー、ロイヤルタッチを従えて、素晴らしいですね。そしてみんな大好き源マリノスですけどね。見てくださいこの勝治さんの死んだ目。見てくださいこの勝治さんの見てくださいよこの勝治さんの死んだ目。見て、やばいって。やっぱり2着ダークじゃねえかっていうね。01年の黒船の意義なくなったっていうね。12万人気で勝つって刺されそうっていうね。日本ダービーで12万人気で勝つやばそうだね。さあ僕のもう一頭のお手間、最低人気でしたね。ダービーを勝つかこそがその年に落ちる最大の目標ですっていうね。さっきまで信じられねえぐらいのこと言ってませんでした。あれ、なんかもう一回聞いてみようかコメント。勝つなんて全然期待してなかったって言ってるんだけどな。おかしいぞこの調教師。3歩歩いたら言ってることが変わってるぞ。いないと思うっていうね。参戦ダービー馬って実際おるっていうね。フサイチコンコルドでしょ。この3連単取りたいっていうね。12
ロジャーバローズみたいな空気かなっていうね。5月クラシック2000で両方とも2着っていうね。昨日の中京競馬場の新山記念、40年ぶりの頭数なんだとっていうね。ボクシング達吉みたいなもんやなっていうね。タイムめっさ遅いっていうね。2分29秒0。2分29秒0。とんでもないスピードですね。いやもう今日はバーに飲みに行こう。うわっていうね。あ、なに、それ系、それ、そのイベント系。ニュースニュースっていうね、機種の悩みだってもう目標を達成しちゃったからね、悩み相談だわ。プレイヤーも視聴者も全員決めてるよっていうね。いやもうデビュー6ヶ月で日本ダービーっていうね、最高峰をもう制覇しちゃったんですけどね。海外のダービーですね。いやもう日本ダービーの、お次はこっちか、シェイクハンドだ。あ、アヌスミラ・ラビリス、赤リードですね。まあでもシェイクハンド結構いい馬なんで、ワンチャンビクトリアマイルからの感覚で言うといけるような気がしますからね。乗っておきましょう。さあ SG フラットですね。スタートダッシュ短期逃げ、もうチーターですチーターまた見つけましたね。アヌスで穴開けましょうっていうね。わざわざあれですからね、あの自分のお手馬蹴ってくっていうね。さあスパーク投手乗せろよ乗せろよっていうね、強烈な感じになってきましたね。調子乗ってますね。アヌミラが来るのは珍しいなっていうね。次はサイレンスーカーで3冠と空き店の欅の向こうから帰ってくることでお願いしますっていうね。障害いいわーっていうね。障害ジョッキーになるのはちょっと、おまだですね。うんこ垂れそうですっていうね。さあ田原正規で日本ダービーは制覇できました。0時43分となりました。あんたどこまでやるんだっていうね感じかもしれませんけど、またヤクザの馬っていうね。シェイクハンドでとりあえず乗っときましょうかね。まあでもあれでしたね、思った以上にちょろかったっすねちょろかったと思うんだけど、網走率直前まであって、あ、お薬屋さん来たここで何回見てもね、網走刑務所にしか見えないっていうね。アヌスにしなかったんですねっていうね。俺はこの馬をの力を信じている。なんかあれでしたよね、ちょっと日本ダービーダービー感ゼロでしたけどね恐ろしいぐらい簡単に勝ててしまってびっくりしたんですけど、クセミヤさんっていうね。だから正規のことが好きな薬屋さんって方ですね薬屋さん。さあセーブしときましょう。いやーっていうね。てか僕日本ダービー勝ったのにまだ若手なんだね。作戦オークス強しっていうね。でもこれオークス戦法強すぎ問題ですけどね。職業薬剤師なだけなんですってガチなんじゃん、ガチの薬屋さんじゃんそれは音速の末足は出ませんでしたっていうね。サマーシリーズ直前までどこまでだろうね。僕の喉の調子次第だね。置いてかれてる、置いてかれてる。名前的にアヌスを選ぶべきっていうね。雨降ってるから本気でいきますよ。さあおっと馬群をクパーし、おっとぶつかっていった。馬群をクパーしていく。
売人の上流っていうね、そぼろ薬じゃないのかっていうね、冷たいのくださいとか冷たいのくださいはさ、ダメだってそれはもう本当に、でも本当隠語すぎてさ、分かる人は少ないから。さあ、飛ぶ薬ですね。飛ぶ薬っていうさ、あれなかったでしたっけ、テレビ。作戦オークス、番手控えでスローペースにさせないっていうね。薬剤薬局の奥の鍵がかかったところにお薬ありますよねって、テレビありましたよね。あ、お笑い番組であったよね。飛ぶ薬ってダメだよね普通に落ち着いて考えるとアウトだよ。ちょいエロのやつっていうね。飛ぶ薬ダメだよね、飛ぶ薬ダメだよね問題だよ。意外と鍵開いてますっていうね、木原出てたっていう鍵開いてるっていう、ウケるよね。いや来た、チーター、チーターの鬼で見れるぜこれは。昔ありました、めちゃモテの前番組っていうね、アイスっていうアイスっていう。鍵閉めなきゃならないのは金庫だからねっていうね、ナイナイの下積み時代っていうね。飛ぶ薬はダメだよな、飛んじゃダメだよな。このゲーム低難易度やと大逃げがね、整理すぎるっていうね。もう何をし 無理ちゃくちゃやってもあれですもんね。ポテンシャルが溜まっちゃうからね。天然素材のやつねって。そう、深夜に、ああ間違えたボタンああ間違えちゃった。おお、でもエボリューション出た出たー、エボリューション、エボリューション、スーパーエボリューションでしたね。一瞬ボタンを間違えてエボリューション出てましたね。ああぶっちぎりましたね。まさにこれは逃げて刺すですね、素晴らしい。スーパーサイヤ人ゴッドっていうね。ああ葉っぱの方かっていうね。お薬以上のお薬が入った金庫は薬剤師さん厳重管理ですっていうね。アイスで思い切り冷やした野菜吸いたいっていうねめっちゃ言われるぞそれは。綺麗な大差勝ちでしたね。ちょっと VTR 見ていきましょう。稲村ヶ崎特別、これでもミドルなんやでっていうね。清原俵勝ちんで飛ぶ薬やろうっていうね。いや気持ちいい短期逃げでしたね。理想の逃げですよ。チラチラ後ろ見ますけどね。逃げの前に逃げてるからすごい逃げてるよね。ハッピーな薬よっていうね。ギャルの手押し野菜食べたいっていうね。股の間から後ろ見なきゃっていうね。ほんとそうなんですけどね、このボタンがないんだよね。見れば見るほど府中2000のかすぎる外振りっていうねほんとすごい外振りですよね。だから2回目捕まってないんでセーフですっていう、ね、レボリューションしてるからもうすごい勢いで上がってきてますよ。ああこれ高低差200の坂です、これがね噂の。ああ気持ちいいですね。サイレンスズカのバレンタインステークス見てるみたいですね。チェアさん40前後ですよ、田原さん推しみたいだしっていうね。僕そうですね、前後ですね、前ですけどね、40前です。中の2000行きましょう。さあオークス問題ですね。17万人気だよ、17万人すごいね、たまらない印打つね本当に。トロットサンダーの横山に丸印で対抗で
うわこれすごいね、木南もびっくりだよこんな。いやーこれ木南さんもびっくりだろうねこの印見たら。不利により膠着っていうね。だから2回はないのか、田代神やんっていうね。中2000といい、ダー1600といい、クソコース多いんやっていうね。みんな清原田研究室の納得いかねえっていうね。トロットサンダーに勝てんのかよっていうね。薬と葉っぱの二冠王っていうね。北木先生あたりがつけたんだろうなっていうね。トロットサンダー85ですね。71と85を埋めるために、ヒギオークスを使います。いきましょう。授乳印っていうね。単勝125倍は草っていうね。行けシェイクハンド、手でやるんだ手でやるんだ。シェイクハンドって完全にアウトの名前なんだけどね。死ぬほどうまそうな世界線やなっていうね。ジュニーンとかウイボだとクソ強なんだけどなっていうね。タマラさんおっかけですね。ベタ買いで家が建つやつっていうね。デムーロっていうね。さあ、あ四角戦闘がつかない。このままだとボケット生きてんじゃねえ。ボケットもうバグ割りついた。いけヒリオークス。いやヒリオークス最強なんじゃないかこれ。ヒリオークスを唱えていきたい。なんだこのゲームイージーやばすぎだろ。何でもできんじゃん本当に。今回のエクセラーもマジでおかしいっていうね。モンバケン万歳っていうね。125倍だからね。100にいくら入れたんだろうね。1万円だったら125倍だと125万か。強烈なバンバテンだね。イージーいいね。イージーならポツンでもいけるんかっていうね。おリベリンくれた。サンドピアリスを超えそうな馬券っていうね。強烈な馬券でしたけどね。サガスもやべえよっていうね。さあ、あまたマジックキッスですね。あ富士奇跡出てますよ皆さん。落ちてきている馬ですけどね。サイレントハピネスもいる。なるほどね。ここはやっぱりお手馬のねマジックキスを勝たしてあげるっていうのが大事になってきそうですよね。さあ北山アカデミーですね。もう結構乗せてくれるようになりましたね。最地カツラ、勝ち星ですね。勝ち星の方が名前がいいですね。ああそういうことする。じゃあ強奪しようもう若手の騎手たちから嫌われてんだろうなこの人。富士奇跡が引退していない世界っていうね。仕掛けはバットしか出ないしようっていうね。あの決まってるんですよね何メートルってね。前回やった時教えてもらってましたけど、そもそも前走ビクトリア勝った馬がこの人気はないだろうっていうね。本当だよね。嫉妬で嫌われてるっていうね。お北村さんすごい先輩風吹かしてましたよ今。だから初年度ダービー取ったらねっていうね。いや勝ち続ける男田原正樹ですね。今現在のリーディング43勝。
勝ち続ける男、いよいよ獲得賞金も10億に豊さんにだいぶ近づいてますね。G1 4連勝中っていうね、勝率がおかしいって、勝率がおかしい男、一度も負けてないから。騎手大賞まであと少しっすね。今の騎乗とか見てると、夏競馬の札幌から小倉とか移動する騎手とかやべえなと思うっていうね。勝率 100% 最強騎手、 G1 だとね、思い切った騎乗するのに、あの条件戦だとその馬の合った騎乗をします、しっかり。いやでもまさか関口大先生がね、私を乗せてくれるとは思わなかったですよ。あんな有力馬の被災地コンコルド日本ダービーでね、任しといても私にこのね、仮想クラスの500万かぐらいのレースだったら乗せてくれるなんて、関口先生もなかなかですね。まあこのあと何年か後にゼノンで確執を生むんですけどね、我々は。うちの日本の子孫騎手の1年目並みぐらいの活躍っていうね、1年目から200勝っていう。人間がオペラ王の記録を塗り替えるのかっていうね。さあ、またあそこの馬群をクパーしていく、馬群クパー、そしてパチンパチン、さよなら。いやーイージー、まあイージーである限りイージーだからね。うん、こんな騎士いたら勝負全部に乗せるわっていうね。一昨年かなんか横山親子が3人で獲得賞金30億超えていたっていうね。新しいあれなんじゃないですか、 JRA のあのなんか節税対策とかだ。横山親子に30億渡して節税対策してるんじゃないですか。シュッと、昔の G1 ジョッキーってコーナー前で手前変えるとポイント入ってきてたような気がしたんだけど、チャンピオンジョッキーないよね。横山紀弘サンクっていうね、サンクス2頭なんだっていうね。もう接触してきたよ、危な。もう外出してアンパイ切るか。折り合いバットですけどね。おお、横綱競馬してますよ。無知の音がさ、もう本当にリアルなのよね。キュウリは獲得賞金の 5% だったよねっていう。ああ、獲得賞金の 5% なの、あれ。あれじゃないんですか、レースの賞金の 5% じゃなくて。海外にはいつから行けるんでっていうね。そろそろ行きたいですよね。さあ、マジックキッス11番人気です。また印打ってるね。すごいね、このもうほんと馬券しすぎて笑っちゃうんだけど、もう強烈な馬券師いるよ。何が何でもこいつの馬券だけは買うぞみたいな。それはもう予想士としては離脱してる予想になってるけどね。
3人で大谷翔平に届かないってヤスリだろっていうね。いや大谷翔平がすごいんだよそれは。だって人の2倍仕事してんだからさ。逆に言ったら安いよね大谷翔平って。二刀流って人の2倍仕事するってことだからね。大ファンなんだよっていうね。生産者 5%、 旧車 10% だっけっていうね。勝率10割だしっていうね。さあ、投げキッスではなくマジックキッスです。勝率10割の騎士というか、いう意味わからんのが乗って買わない理由がないっていうね。さあ、折り合いワースト。ここは開く、クパーしろ、クパーしろ。一瞬の反応で、いけるはず。瞬間の反応。BGM 好きっていうね。これ BGM 神説ですけどね。うわ、マジックキッス。初年度種付け竹横山で審判の爆発力どれくらいですかっていうね。来月から WBC 楽しみ、制裁っていうね。さあ、マーメイドステークスが終わります。 SJS ですね。那須湾の重賞巡洋レース、なるほど。1年目から狙う国の 50% が抜けてるぞっていうね。さあ、もうポイント1ポイントがもうぶち壊れてきましたね。さあ、レース待ちかね、ミスターサイレントハンター、サイレントハンター乗りたいな。もうちょっと後だね。でもね、シャドークリーク、なるほど。テンパイに乗るか、モンテバロンに乗るかって感じですね。まあテンパイでしょうね。湘南マリーン、シャドークリック乗せろ。よしこいけよしこいけ。クイックミスワキ、スカーレットメール、大気ソルジャー、リワードコパンス。あ、うわ、リワードコパン懐かしい。前も乗ってた。テンドラーですかね、テンドラー。ここは阪神乗っとこうかな。クイックミス明けじゃなくてスカーレットメール乗ろう。もうだってチーターだからさ、 NT ウィナーは。これはもう勝ちに行こう。テンパイ、新馬は何ありましたっていうね。さっきの系統廃止っていうね。生産者は別で生産者証が出るっていうね。あ、別なんだあれって。グッドになっちゃった。わあ、お気に入ったわ今。くそ、バッドスタートのままだ。ミスター、非常技術で何とかしてくださいっていうね。むちゃくちゃなこと言われたわ。さあ、6月の3週行きましょう。ちなみにドイツの手話としてドイツに認められた馬の産駒じゃないと生産者証が出なかったりするっていう。ああ、なるほどね。ドイツの手話とか牛と一緒にいる動画しか見たことないっていうね。
本番先行は12なら4番手15等なら5、6番手でハミレベル6のままっていうね、トルカータタッソ君やっていうね、次週宝塚っていうね、宝塚で終わろうかなと思ってるんですよね。僕はもう全然できるんですけど、視聴者224名中85タバラいるんですけど、おそらく224人中85タバラのうちももう寝てる人何人もいるからさ絶対寝てるでしょこれ。スーパータネウシと同じ扱いっていうね。この視聴者が寝ることに対してね、拒絶反応を起こすタイプの配信者で有名なんですよ。いやずぶいずぶいずぶい、この馬ずぶすぎる。牛か、俺が乗ってる馬は牛か。うわー、無理やり勝たせていく。寝ます、ウィポテン動画楽しみにしてますっていうね。おやすみなさい薬屋さん、明日も薬を配って頑張ってください。ドイツの強い馬って大体ランドが入ってるっていうね。86にしましたっていうね。87タバラ、ありがとうございます。ネタバラでもなんかさ、もうタバラガニみたいな感じになるから、それは時折下ネタ入れないとあかんなっていうね。下ネタになると急に起き出す人何人かいるからね。あー薬屋さんだ、なんか1000円ありがとうございます。それでパブロンゴールドでも買って、あの一気に5袋ぐらい飲んで決めときますわ。たまらかにっていうね。イエース。ドイツの馬は現行重視、死亡だと判断されない限り認められないっていうね。ジャパンって今ドイツっていうね。やめなさいっていうね。薬屋さんありがとうございます。薬屋さんからいただいたこの1000円でね、ちゃんとしっかりとした薬をね、買っていきたいと思いますけど。さあ、チーターでしたね。日本ならステゴグルシー以外死亡ではないっていうね。さあ 1000m カロンボ通過。ちゃんとしてない薬について説明を求むっていうね。第二医薬品か、第一医薬品会か、第3類とかいろいろありますからね。自家製っていうね。まあ自家製もね、結構効くよ。効くと思うよ、自家製は相当。まあ、相当決まると思うよ、自家製は。もう全然平気だったもん。後ろから何にも来ない。第一は薬剤師しか販売できませんよっていうね。なんか逆に言ったら、あのお薬屋さんからいただいた賄賂でちゃんとした第一医薬品を買いますかあれ大量に飲むと決まるもんねなんかあるらしいよね、最近若い子安く決められるっつって言って、なんかロキソニン7個ぐらい飲むとかたまに聞きますけどね。もうロキソニン7個飲んだらもう何も痛くないだろうね。もうあれチート薬だからね、ロキソニン。コカネインは第一っていうね。チーターだよ、もうあれこそチーターの薬だからね。キヨが言ってたからな。無人島に持っていくなら何ってロキソニンって答えてたからね。こいつ頭いいなと思って。最強だわ、確かに。開けろー、道を開けるんだ。どうも、タバラが通ります。ロキソニン飲みすぎると肝臓行くし下痢ピーだよっていうね。でも決まるんでしょ決めりゃ何でもいいっていう人結構いっぱいいるからね。
性の飲み物に目薬って言ってた時代の人だっていうね。そうですね、そういうのありましたね。第2第3も販売者でも販売できると。カインは処方できても医療用麻薬なので専門医からの処方、ああなるほどね、処方箋があれば。じゃあお薬屋さんに書いてもらえばいいんだあのいいですかいいですか密売に使えるよね。すごいよね、だから薬剤師さんってさ、すげえ権力持ってると思わない？そう考えたら全身ふわふわする系の決まり方するっていうね、すごそうだね。麻酔や痛み止めも麻薬じゃなかったって。そうだから薬剤師さんってすごい権力者だなって俺はたまに思うんだけど、俺の考え方間違ってる薬剤師最強説っていうね。いやだからちょっとでも悪意があったらもうねねとかニコニコしちゃうよね、こっちは。タワラさん、本物のタワラさんが本当にタワラ2世が何人もっていうね。なんで寝る前に薬の話で盛り上がるっていういやいや、あのその現役の薬剤師さん最強説っていうね、もう大量のタワラ精液を養えるんじゃねえのかっていう感じがしますけどね。ここに医者がいれば何でも手に入るようになるっていうねあ、そうだね。あ、処方箋って薬剤師さんじゃないのか、医師なのか。処方箋お医者さんか。医師の犬ですよっていう医師の犬とか言い方が怖いのよ。医者が出せっつったらね、何でも出しちゃうってことだね。ってことは考えるとやっぱ医者すごいね、すごい職業だよお医者さんって。そういうことですっていうね。薬ヘロウンコなんだここはナックルズもびっくりだよね、うちの配信ナックルズでもやらないような内容をやってるからね。痛み止めなら大体カロナールっていうね、カルボシステインですねっていうね。自称紹介という機能あ、なるほど、そういうのもあるんだね。でもまあしょうがないよね、もうお医者さんがさ、いやこれ飲まないとやばいよって言われたら俺ら飲んじゃうもん、わかんねえからうん、餅屋餅屋って言うからさ、餅屋がね餅うまいよって言うんだったらそれも飲むじゃ食うかみたいな感じになるでしょ普通は。医師がミスっていたらね、893いらっしゃんストップかけてくれるっていうね。うまく出れたね。病院と薬局と業者の3点方式、そうなんだ。メチルフェニーフェニーデートくださいっていうね。ここにこんでもこんなあれじゃない、その吹き溜まりみたいな配信に医者は来ねえだろなかなか。別の病院から二重で処方されたりとかするんですよって。ああなるほどね、処方薬は特殊原因だったっていうね、新しいね。ナックルズもびっくりですけどね。さあ粘り込むよ、粘ってるよ、ネバネバしてるよ、本当にネバ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 。来てた、危な。まあいざとなれば自分で合成すればいいよねっていうね。もうまああれですね、まあでも僕薬よく効く方なんで、基本的にパブロンゴールド2個飲むと、ね、眠くなっちゃう。これさ、薬屋さんも寝ちゃったか分かんないけど、あの普通にさ薬の分量ってあるじゃないですか、あれって体重50キロの人を想定してるのであれば、あの100キロぐらいある人って倍飲まないと意味ないんじゃないのっていつも思うんですけど、この考えはおかしいんですかね。
てたの石のサンデーだったっていうね。そうでもないって、そうでもないのかな。いや、いつも思うんすよ。いや、なんかこう出されるお薬とかを倍飲まないといけないのかなと思って、結構なんか悩んでたんですけどね。違うんだみたいな。さあ、ジニューに乗れるんですか。いよいよ、すごいですね。乗れるんだ。しかもなんていうね なんていうね、天に召されますっていうね。ちょっと多めに出してくれる病院は交換率が違うんですねっていうね。それでは心臓機能当たりましたっていうね。いや、当たってたらこんなやさぐれてるようなさ、斜め45度の配信こんな時間までやらないでしょ。2200走りますジニューっていうね。ああ、2300まで平気ですね。エアダブリンとかも出ますけど、これは強いジニューが見せられそうですね。ああ、大体は肝機能に影響されますっていうね。どうなんすかね。でもなんだろう、ちょっとなんか風邪強めの時とか、なんかちょっと風邪っぽいなっていう時はパブロンゴールド3袋ぐらい飲むと治るんですけどね。基本は治ったなって次の日思ってるんですけど、起きたら心臓機能終わってたっていうね。ヤスさん450キロぐらいっていうね。もうだからそれもゴリラなのよ。そのゴリラなんだけどさ、もうそのゴリラだよそれは。450キロはもう人ならざるものだわ完全に。日本のジニューンってなんであんな強いんだっていうね。当たったって聞いたことないぞっていうね。風邪薬と睡眠薬が言ってるし、倍飲んだらやばいっていうね。逃げた人気はないかなっていうね。ビタミン剤と間違ってないっていうね。市販の風邪薬はイポデーで飲むといいよっていう。あ、決まるんだ。おぉ。俺は基本的に何も特にしなくても絶対モンスター、毎日飲んでる人なんで、モンスターで決まるんじゃねえかな、したら。痩せてても酔わない人もいれば、100キロのベロベロ成人もいるし、体重だけではないのではっていうね。そうですね、それは間違いないですね。僕、100キロでベロベロの成人ですからね。100キロでベロベロの成人なんで。この世の中でかなり珍しい、アルコールアレルギーっていう特殊なアレルギーを持ってますんで、マジで。それはカフェイン過剰摂取っていうね。450キロだとモンスター何本で決まりますって、5本ぐらいで決まるね。うん、仕上がりよ完全に。仕上げ上々だからさ。お、風天さんこんばんは。今は不整脈の薬飲んでるんでモンスター禁止。あー、それはダメですね。血圧上がるんでモンスター飲むと。もう明らかに分かりますよ、モンスター飲んで、あ、血圧上がってきたなって。あ、来たな、来てるねみたいな。来てるね、動悸がするとか全然分かるもんね。あれマジやべえ薬だから、ほんとやべえ飲み物だからね、モンスター。レッドブルより俺は立ち悪いと思ってる。カフェイン禁止なんですっていうね。あ、じゃあコーヒーも飲めないですね、そしたら。静脈ね、僕なんかね、なんか肥満しか出ないですから。なんだっけ、1年に1回人間ドックか、人間ドック、去年ぐらい、一昨年かな、一昨年やったんですけど、肥満って出て払った、4万ぐらい払うんですよ人間ドック。払って肥満って、お前もう誰が見ても分かるようなこと書くんじゃねえよと思ってから人間ドック行かなくなっちゃいましたね。さすがに肥満っていう2文字にはイラッとしましたね。いや、4万払って肥満って体重計乗りゃ分かるみたいな。荒いで手術なんすね、それは。頑張ってください。うおー、みんなすごい勢いで伸びてきてる。やる気に満ち溢れてるね今日。
あら、あら、あら、危ない危ない危なかった。今、目が悪い、高血圧、毎回このセットですっていうね。なんなんすかね、あれ。肥満とか、いらなくないですか肥満とか、保健師のおばちゃんにめっちゃ怒られる人かっていうね。いや、別に怒られたことはないっすね。僕、前の会社で、何でしたっけ、1年に1回の、健康診断か、健康診断の時、産業医の先生がかなり特殊な人で、元気ですかって言われるんですよ。元気ですかって言われるから、元気ですって言ったらね、じゃあ大丈夫って言われて終わるんですよね。あの問診、謎なんだよな。あの問診ありなのかいいのか、あの問診でっていつも思ってたけど。嫌いじゃないけどさ、あの問診ね。嫌いではないんだけど、もう完全に猪木だなって思って。猪木システムでいいんだわって、ずっと思ってましたね。完全に猪木やんって思ってました。あん時の猪木っていうね。肥満は肥満でも体脂肪によりますよっていうね。人間ドックはオプションが大事よ、ちゃんと検査しないと死ぬよっていうね。元気があれば何でもできるからっていうね。人間ドックにおすすめなオプションって何なんですか。逆に人生の先輩たち89タバラ208ヒューマンに聞きたいゴリラからの素朴な疑問なんですけど、人間ドックのオプションでおすすめは何。血液検査やっぱり。これでも定期的に献血だけはする人だからな。血の抜かれる感覚が好きなんで、血の毛が多いから、ああ抜けてるみたいなのがないと自我を保てないタイプなんですよね。ああ腹部エコーか。まあそれはなんか大事そうな感じしますね、確かに。乳がんチェックね。乳がんチェックも確かに大事そうですね。相当大事そうですわ。あと胃カメラは必須。ああ胃カメラね、あれ気持ち悪くなるんだよね。コスプレガンマーカーと胃カメラとの血液が標準っていう。健康診断バリウムさえなければねっていうね。行けば明るさとか言ってませんでしたっていうね。23時まで働いてるので年2回受けてますが追加したことないですって。ああなるほどね。まあ、夜勤が増えるとどうしても体はね不調増えますからね。なお僕は健康診断で不整脈引っかかって次の日に半強制的に通院。ああ不整脈はね確かに結構騒ぎになりますよね。結構騒ぎになるイメージがありますね。え、そんなみたいな。そのパッと見マジ健康体に見えるからね。痩せてる太ってるあんまり関係なしにありえるからね、不整脈って。アグエロとかっていうね。まあ麻酔がんは諦めるっていうね、初期の自覚症状の、ああ膵臓がんね、麻酔がんって呼んでて、沈黙の臓器ってやつだね。沈黙の臓器。僕のせいで ED が執務室に設置されましたっていうね。いや、いいことじゃないですか。逆に言えば会社のね、会社の社会保障にね貢献してるんで。スティーブン・セガールの映画みたいっていうね。専用機が大事にされてる証拠っていうね。でもほんとそうですよ。めちゃくちゃいい会社じゃないですかね。トーラスさんのために AED を設置するっていうね。
じゃあもう練習も必要なんで、ぜひね、あなたは AED を持ってきてください、あなたは救急車を呼んでくださいっていうやつもしっかりね、はい、やっていただかないといけないですね。でもあの明確な指示っていうのは実は結構あの非常事態大事って言いますからね。さあ宝塚記念までね、あとちょっとですけど行かせていただきましょうかね。ちゃんと指差し確認しないと怒られるやつっていうね、めっちゃ怒られるからね、あれ何笑ってんだそこーとかって超キレられてる人見たことある。僕ああいうの結構ちゃんとやる人なんで。うちの会社めっちゃ遠くに1台あるだけだから心臓をバクったら終わるよっていうね。まあでも競走馬もね、競走馬って AED とかって使えるのかね、実際。競走馬もたまにね心臓疾患でね競走中止ってありますからね。さあ行こう、ジュニウンの宝塚記念3番人気です。1番人気は前のトップガンと久保村ですね。そしてまた印、お、もう一人印が増えましたね。いよいよてか3番人気の印の付け方じゃないよねこれ。ブライアンいます。そして前のトップガン93、バケモンがいますね一頭。でも我々には一瞬の切れ味、瞬間の反応、自由自在、あればは二の足を持っているジニュン大先生がいますんで、ここはモロータでいくぞ。本物との戦いっていうね。オフトラじいさんおるやんっていうね、最近のやつは勝手にガイダンスしてくれるから平気平気っていうね。日頃からやってないと身につかないっていうね。今じゃ交差点でもやるようになってるっていうね。まあでも大事ですけどね、指差し故障ってね。そしてイージーという最強カードっていうね。アーネストリーですからね。アーネストリーじゃないですかね。アーネストリーですか。さあ適正はグッドです。さあ初手でブルーンが出ましたけど、自撮りも悪くない。そしてイージーというね最強カードを切っていって、これも宝塚もらったんじゃないですか。でもガイダンスは速度だとほとんど聞こえねえんだよあれっていうね。離れてくださいしか聞こえないですね。さあ車内の皆さん、私がジュニを復活させます。行こう、羽ばたこう。あ、やったわー。これやり直しがめんどくさいのよ。ああ98にこのやり直し、ああっていうね、あちゃーっていう、あちゃーっていうね、ケツ掘ったなーって。あそこは減速するの反則じゃないですか、普通に考えて。という夢を見たんだっていうね。という夢を見ましたね、皆さんね。なんだ夢かーって。今週バッタ語らず、今月の所持金2500円しかないっていうね。まあそんな日もありますよ。僕なんかはね、なんか宝塚記念で有力の馬乗って3コーナー手前でね、落馬する夢を見ましたよ。ええ、完全に田原包囲網でしたねっていうね。びっくりするぐらいは僕を包囲してましたね。俺プロで勝てるぐらいがちょうどいいっていうね。そうっすね、俺プロね。
まあでも田村さんのボックス買っときゃもうとりあえず大丈夫っていうのがさ、もう確立されてるからさ今。世界ですね。トースポ購読しましょうっていうね、現実に田原さんいないっていうね。さあおやまんめ特別ですね。あーこの曲いいよね、臨場感があるよ。エクセレントエクセレントエクセレント来てるよ。一撮りのオマルですね。エクセレントエクセレントだったのにね、これでエクセレント出てればね、エボリューションでしたよね。折り合いはバットでした。ゴール前でヒュッ、マイネルヒーローむちゃくちゃムチ叩かれてたか、叩かれてたからね。これムチ叩けば叩くほど疲れが出るもんね、確かね。落馬がね、落馬があれだよね、課題だよね。勝率 100% への道は。イージーでも落馬があるからね。危ないって、また落馬の話してたら落馬しそうになったよ。人気薄で勝ったり G1 で勝てばその場の人の有効度が上がって騎乗祝いとかもらえれば面白いのにっていうね。リスタートできない落馬っていうね。なんでリスタートできなくしちゃったんですかね。落馬要素いいねっていうね。有効で落馬実装されたらやばそうっていうね。でもあれですね、前が壁、前壁ボトンですからね完全に。今日の新馬戦にブエナビスタの子供出てくるっていうね。あれ今日も競馬あんの。車高も欲しいっていうね。まあでも不可能じゃないんだよね、 G1 ジョッキーでできてるからね、新規とかのやつってありますよ。フェアリーセックス、ああそうなんだ。今日は田原さんは出してないね、使うもしかして。新山記念やってるなと思ってたんだけど、今日なんか遠く見つめてぼーっとしてたら新山記念終わっちゃってた。あと淀短距離、ああ3日間開催なんですね。気持ち声が抑えめなのはご家族お休みだからですかねっていうね。まあ、真後ろで寝てますよずっと、ええ、ずっと寝てますよ。今日は始まりから娘2人後ろで寝てますからね。なのになんか
よくわかんないこと言ってるでしょ。やべえ親父なんだ俺。さあジニュー行きましょう。あ、なんか見たことある世界線だけど、まあいいや、行こう。っていうね。早く誰か私に防音室をください。防音室を作んなきゃな、そろそろ。もうさあ行こう、宝塚記念。出てなかったですねっていうね。さあグッドグッドです。今度こそ落ちない世界線、降りですかっていうね。防音室は夏場大変そうっていうね。エアコンつけちゃえばいいんじゃないですか、普通に。隠蔽でつけれるでしょ、ポンと。スタイロフォームで体飲めばいけるでっていうね。スタイロでか、暑そうだな。暑そうだな、スタイロだと動きづらそう。あとちょっと動いたらキーキー音なりそう。スタイロフォームという名の発泡スチロール持ってきそうだけどね、俺間違えて、あ、これ発泡スチロールだみたいな。さあジニア先生お願いしますよ。王道ですね、強いジニューをもう一度っていうね。今のところ楽ではない。アクセラント、アクセラント、アクセラント。ああ、もう大丈夫でしたね。うー、すごい足で戻ってきた。来たねっていうね。桜ロールかな、これ。いいですね、この頃の、やっぱ。この頃に田原正樹がいるっていうのが一番いいですよ。ロールでですねっていうね、オフサイドトラップ、桜キャンドルですね。ああ、富士奇跡とか下の方は結構辛そうですね。トップガンは完全に久保村さんやらかしてますね。さすが偽物ですね。走らなかったな。もう少しなんとかして走らなかったな。ババさんね、斉藤さん、なかなかの騎乗だったと思うんだなっていうね。ノリさんだけ安定のノリさんって感じだけど、成功とも失敗とも言えないなっていうね。君たち全員勝ってないから失敗なんだよ。失敗なんだよ。現実だったらラスト追ってなくて制裁食らいそうっていうね。いますよ、前のに乗ってるっていうね。ひな時代の競馬っていうね。2勝6勝5勝56勝もう次元の違う男になっちゃってるな。G アンバの数が半端ない、本物のグランプリやっていうね。草っていうね。レベルが違いすぎるよっていう。マックスロゼ、あ、やっとこの馬こっちに回ってきそうになったんだね。今さら回されてもね、困るんですけどね。そろそろ障害乗っといた方がいいよね、本当は。努力の差じゃないよ、難易度の差だよっていうね。本当だよね。あー、どっちでバグ、まあこっちだね。コバのスコッチブロースター、ブクロースターブルックバツって何これ。すげえ、すげえのついてんじゃん。メジロファラオですね。障害にも、障害未勝利にも乗れるようになった。お、固め打ちできますね。急に田原障害乗るみたいだよって急に障害乗るようになったぞって。
8勝ですね。さあ上半期の競馬が終わりました。折り返し戦56勝ですからね。これはもういけるでしょう、普通に考えて。リーディングもいけるんじゃないのかなって思いますけども、果たしてね、どこまで勝率をね、どこまでを勝率を伸ばしていけるかじゃなくて、どこまでこの1割ね、10割の、勝率を維持できるのか。着外とか3着とか2着とかダメなんで。さあということで、本日はねもう1時41分です。皆さんいいんですか、もう寝ましょう寝ましょう。ということで、1年目でね日本ダービー勝てたということで、皆さん合言葉はオークスですオークスですね、合言葉はオークスです。オークスさえあればもう我々にはね、もう怖いものなしですよ。それでは皆さん、おやすみなさい。お疲れ様でした。また次の動画配信、そして来週の1月15日は田原誠一様大生誕祭となっておりますんで、生誕を祝っていければなと思っております。それでは皆さん、おやすみなさい。お疲れ様でした。また次の配信も見ていただければと思います。おやすみ、おやすみ。あなたの夢の中でゴリラが追ってきます。